はいこんにちはレクセン2講師の矢島です本日はあの刑法のね短期集中マスターということでまぁ、あ、ちょっとこうテーマをねあのこう出題されそうな、えー、ところ5つ絞ってちょっと学習をねしていこうと思っておりますでテキストの1ページのところをねちょっとご覧くださいまあ、今日取り扱うテーマ なんですけれども、えー、この、ね、テーマ、丸1まず共謀共同正犯、ね、論文試験にこう取材されそうな、まあ、順番でこうちょっと挙げてあるんですけどね一共謀共同正犯それから丸2間接正犯、ね、体系的には、ね、普通、共謀共同正犯があって間接正犯があってその後と、象的共同正犯ってやらないんですけど、まあ、今回出る順という形でちょっとこうやってますのでね二、えー、が間接正犯で三が象形的共同正犯で四が、ね、共犯からの離脱で共犯と身分と、まあ、そんな感じで、えー、今日やっていくことにしてきま ますね。さて、じゃあ2ページの方を見てください。えー、早速ね、この最初の共謀共同戦犯のところからやっていきましょう。 でまずか、ねえー、括弧1の意義のところなんですけれども、まあ、まず共謀共同制犯というのがどういうものなのかというと、まあ、共謀者の、ね、一部、まあ、何か犯罪をこうやろうと物を盗あそこの、ね、銀行に入って、まあ、なんか強盗してきてやろうとかね、えー、そういう形で、まあ、共謀者の一部のものが、ねえーまあ、共謀に基づく実行行為に出たときは実行行為を分担していないけれども共謀に加わったものを、ね、共同制犯として、ねまあ要は一部実行を全部責任を負わせるような、まあ、そういう理屈がね共謀共同制犯ということになってきますね。でまあ、共,謀共同制覇の,あの 根拠って皆さん刑法の名分でいうと何条になります という60条しかないんんでですすけど条、まあ、条になるんですよでその60条っていうのは、まあ、本来あのその、ね、共謀共同正犯だけじゃなくて、まあ、あの共犯者がみんな、ね、その現場で実行行為を分担するような、まあ、実行共同正犯なんかがまあ典型になってますけれども、まあ、そういう、ね、実行行為そのものをしなくても、まあ、結局、ね、共謀えなんかをしてで別の人が、ね、その共謀に基づく実行行為をしていれば、まあ、共謀共同正犯として、まあ、結局は共同正犯の在籍が負わせられるんだという、ねまあ、そういうものになってますね。 でこれ関連問題っていうところなんですけど、結構この共謀共同戦犯って司法試験とか予備試験でね、あの出題頻度が高いんですよ。えー、司法試験だとまあこの18年平成ね18年20年24年25年27年28年で予備試験だとあの24年25年って形で、まあ非常に、えー、取材頻度がね高いところですのでここのところはねしっかりと、えー、深く理解をねしておいてもらえればと思うんですね。で括弧コ二のところなんですけど共謀共同戦犯の成立要件って言われて皆さんすぐパッと出てきます。まああの一回ぐらいはあの本見たことあるんじゃないか。 と思うんでですすけどパッてて出きますでこれ当然刑法っていうのは司法、まあ、試,試験とか予備試験になりますと担当試験もまあ,ありますのでね、えー、まあ判例の立場も、ね、知ってないとだめなんですよ。論文で、まあ、あの書く見解とね、えーまあ、たあの担当対策としてまあ判例の立場を抑えていくってことを、ねまあ、両方、えー、やっていかなければいけないんですけど判例の、ね、立場からまずちょっとご紹介しておきましょう。で最終的に論文で書く時はね、まあ、判例の立場で書いてくれてもいいんですけど若干ちょっとねあの当てはめがあの難しいところがあるんですね。えー、なんでで論文で書き やすい見解はちょっと次のページでね、また改めてご紹介しようと思ってます。じゃあまず判例の立場ですね。 えこの過去にあの矢印のところですけどもえこれね練馬事件の大法廷判決ですこれあのまあこのねブロックの下の方にある通り昭和33年の大法廷判決なんですけどこれ未だにあの判例変更がされてないので生きてるんですよこんな昔の判例がねえでこの大法廷判決練馬事件判決なんて言ってるのかって言いますと1行目ですねえ共謀共同制犯が成立するにはであの要件2つ立ててますまず丸1年2人以上の者がね特定の犯罪を行うため共同意思のもとにね一体となって互いに谷 人の行為を利用し各自の意思を実行に移すことを内容とする暴御をするわけですねまあ大雑把に言えばまあ犯罪をするっていう暴挙ですよこのね共謀意志の連絡みたいなね、えー、そういう暴挙を、えー、することになりますで丸によって犯罪を実行した事実ですねよって犯罪を実行のこのよってってのが結構大事でまあ結局こうね複数の人で犯罪の共謀しますよね、えー、でその共謀者の中の一部の人がその共謀に基づく実行行為をする ことが共謀に基づく実行行為があって初めてねその実行行為を直接担当していない人に対しても実行行為をやった人と同じように共謀共同制犯要は結局共同制犯としてね一部実行を全部責任 みたいいいななものをわられるんだとととううことになってきますねというわけで、はい、判例の要件ね、ね、えー、この共謀ですね、えー、この太字のところね、ね互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする防御をして、えー、で丸に、ね、よって、えー、犯罪を実行した事実ね、これが、えー、要件になってます。だから判例は、ね、二要建設と言われてますね、共謀共同正犯の成立に必要な要件2つで、えー、このまあ簡単に言えば、防、ま、御、あ、共謀、まあ、ですね、言い方は共謀と書いてもいいですけどね、共、え、謀、ー、と、あとそのね、共謀に基づく実行行為という,ふうに言われてます。 で4行目の途中のところですけども、えー、まあその判決はです、ねえー、このような関係において共謀に参加した事実が認められる以上直接実行行為。 に関与しないものでもね、他人の行為をいわば事故の手段として犯罪を行ったという意味においてね、えー、共謀者と実行行為者との間で形跡の成立に左用を生ずると返すべき理由はないんだってことね、担当試験はね、これ、わりかし正確に覚えて,ておいたほうがいいと思いますどういう理屈でその共謀共同正犯を肯定しているのかっていうので、もし判例の立場聞かれたときは、まあ、こういうあのフレーズをね、判例言ってるっていうのをあのちゃんと覚えておいて、でそれとあったあの、ね、その担当の,あの問題のね、足を見て、えー、このフレーズと矛盾してないかどうかってことをあの皆さん現場で判断していかなきゃけ ればいいけないんですねちなみにこの最後の2ページの、ね、一番下のブロックですけど、まあ、今お話ししたことのまとめですね、えー、結局、えー、判例がね共謀共同制案の成立条件二要建設に立っているんだという話しましたけど、えー、それをまとめたのがこの下ですまず1行目ね、えー、大法廷判決はね共謀者各自が相互に利用補充しあって事故の犯罪を実現する意思、えー、まあ正犯意思ということもありますけどね自分の犯罪としてまあ実現する意思のことを正犯意思、えー、というふうに言ってきます。あの共犯とか法助犯とか助区別すする、ね、意思なんですよね、えー、その正犯 意思があるることととによって共産犯,と法上犯と区別されるんですけどね、まあ、相互に利用補助し合って事故の犯罪を実現する意思、まあ、言い換えると正犯意思を持って、ね、特定の犯罪を実行する旨のまあ防御をしてでその防御に基づいて、ね、共謀者のうちの一部の者が犯罪を実行した場合にです、ねまあ、結局、ある自己雇用分担,、うん、担当してようが、ね、担当していまいが60条を根拠に、ね、全部責任を負わされるんだということになってきますね。 でちなみにですねあの判例利用建設なんですけど、まあ、実際じゃあ論文試験で当てはめする時にねじゃあその特定の犯罪の共謀があってじゃあそれに基づく実行行為があったっていうだけで実はあの えー、共同制犯を、ね、認めてしまうとととちょっと雑なところがあるんですよ、まあ、実際判例は事案に応じて結構事案をね、あのー、結構具体的に分析してるんですけどそういう時にその1個目の要件の「暴起」があったかどうか、まあ、言い方変えると「共謀」でもいいんですけどその共謀があったかどうかっていうことを認定するにあたってこの最後の行ですね,、えーそ,のねえー、その共犯者各自がその犯罪の行為、ね、認識人を認 持ってたか、かどうか、え、それからそういうことを相互にね、医師連絡し合ってたとこ、かどうかね。え、それから、え、その正犯医師があったかどうかってことを、結構ね、厳密に、あの、見ておりますね。だから、まあ、二、二要件説、確かに、まあ、その犯罪の防備とね、基づく自己行為といことで。一見すると、要件は単純なんですけど、まあ、実際は、その防備の中で、結構ね、具体的な、その医師のところを、まあ、見て。え、それで、え、その一個目の要件の充足性のところをね、認定してるっていうことになってきます。ですので、まあ、二要件説で書くときはね、あの、あんまりこう、当てはめがあっさりしすぎちゃうと、まずいのね。まあ、なんか。 簡単に共謀があるってことで、まあ、認定してしまうと、あの、ちょっと事案の処理としては、あの、ちょっと、こう、ね。浅すぎちゃう,う、抽象的なちょっと答案になっちゃって、あんまり点数が上がらないことになる。恐れがあるということですね。さて、で、今度ね、えー、この次の三ページの方ですけども、えー、成立要件の概要というところですね。で、この後ね、ちょっと論文で書きやすい、あの、ちょっと、えー、見解をね、ご紹介しようと思うんですけど、矢印のところです、えー。どのようなね、要件を満たせば、共謀共同成案の成立が認められるかについては、まあ、いろんな、まあ、見解があるんですけれども。まあ、えー このね 下のところ二個目のブロックのところを見てください。もう論文試験で書きやすい見解ちょっとご紹介していきましょう。まずね丸一犯罪事実の共謀それから共謀者のね正反性でこの正反性の有無でね共産犯、法助犯と区別していきますね。正反性があればまあ共同正犯の方に流れていくし、それがなければね共産犯とか法助犯の方向にまあ流れていくんだということになってきますね。それからまあ三つ目の要件としてはその共謀に基づくねまあ実行行為ですね。共謀に基づく共謀者の一部のもの による実行ね、まあ、この3要件を満たすかどうかというところでまあ見ていきますでまず判例の二要建設と違って三要建設にした段階であの当てはめがちょっと丁寧にできますよね二要建設よりも三要建設にした方があのこうねまず当てはめが丁寧にしやすいということそしてさらにこの正反省の要件もうちょっと厳格に厳密にね見ていくとこの次のブロックのところです3つ目のブロックのところなんですけど正反対の部分ね 観面と主観面で分けてね検討していくとさらに論文試験でいい当てはめができるようになります要は問題文のね、えー、中にある事実関係をあの拾いやすくなるんですよでまず1つ客観面なんですけどね客観的な要素としてはまあ重要そのね共謀者がその犯罪の実現に重要な役割を果たしていたのかとかあるいは結果に対する重大な器用があったのかどうかまあ重要な役割とね重大な器用とも同じことなんですけど本によってあの書き方が違ってるだけでね実質的な意味はまあ同じなんですけどまず客観面でそこのところをまあ見ていきますね。でちちょょっっとと皆さんにじゃあちょっと想像してもらいたい ですけど、客観面でこの重要な役割とか重大な企業があったと言えるためには、例えばどういう事実があればそういうことを認定できますかね？例えばまあ、もう例あげたらきりがないんでね。まあ,あの皆さんの方でこういろいろ思いついて、あのくれればいいなと思うんですけどね。まあ、例えば、あの犯行に使う道具をさ提供したとかね。共謀者がさ犯行に使うまあ道具をまあ提供したとか。あとはどうですかね。こういうのはね。 あの道具は提供してないんだけどいろいろ犯行のに必要な情報をねあのこうまあ口でこう喋って伝えてあげたとかさえあるいはその犯行を計画したとか指導したとかさえそういうところをなんかねそういうのがまあこういうね客観的な要素のところでまあ使われていくことになってきますね。あとはその主観面のところですけどもまあ正反意ね、事故の犯罪として実現する意思これを認定するにあたってはどういう事実が大事になってくると思います論文試験においてねどういう事実が大事になってくると思います っいうと、例えば、まあ、銀行強盗かなんとかの共謀共同正犯であれば。まあ、その、例えば、犯行後のさ、その、ね、奪った財物を、もう、この、分けるっていうさ。あの、例えば、こう、最初から約束をしていたと。そのね、共謀のもう、時から、もう、もしね、この銀行強盗に成功したら。あ、その、取った金は、もう、山分けしようぜ、みたいなね、感じで。俺は、まあ、現場には行かないけど、まあ、山分けしようぜ、みたいな感じでね。まあ、共謀者が言ってたとしますよね。そういう場合は、あ、それは、まあ、事故の犯罪を実現する意思で。そういう共謀をしていたんだろうな、その犯行をね、加担してたん,んだろうな。 ってことが推認できると思うんですよね。で、この時ちょっと気をつけておきたいのはね。あの、その共謀後に実際、まあ、現金山分けしたかどうかっていう。 ところを直接見ててくくんじゃなくてやっぱその手前のところねあの事後的な行為って犯罪に訴求しないんですよあの結局山分けする時点でもう犯罪終わっちゃってるじゃないですか実際その、えー、まあ、刑法に限らず全て法律っていうのはそうなんですけどその行為時の事実関係にその法律要件を適用してその効果をまあ出すんですよね、えー、ですので、まあ、事後に山分けをしたという事実から、まあ、結局はその行為時にねちょっと遡って行為時の意思を推移してあげるわけ。まあ、後で山上げをしたという事実から結局行為 にも、その自分の犯罪として実現する意思があったんだなってことが推認できますよね。まあ、そういう形でその事実を使っていくことになりますね。で、まあ、この点ね、結構、あの、本なんか見てると、事後に山分けしたっていう事実を直接。その正反省を認定する事実のように書いちゃってるのもあるんだけど、それ多分、ちょっと書き方が少しあの、大雑把な、あ、だけなんだと思いますね。まあ、実際、論文試験の時には、ちゃんとそのね、事後的な、まあ、事情は。ちゃんと後為時の事情に推認してね、えー、使うように、しておいてください。これは、あの、別に刑法に限らず、あの、すべて、の、あの、法律科目にね。あの。 共通する知識というか思考方法になりますねというわけでどうでしょう共謀共同制犯のは成立要件覚え,覚えましたかね、まあ、簡単に言えばね犯罪の共謀でしょそれから正反性それからその基づく実行行為でその正反性のところは、はい、どうやって見るんですかというと、まあ、その客観面でその重要な役割を果たしていたかとかね重大な寄与をしていたかどうかそして主観面のところで事故の犯罪として実現する意思があったのかどうかね、まあ、そういうところをま見ていくということになってきます。 で、ちょっと論証例ね。これ、あの、別に、あの、絶対的に、これ使ってくださいって話じゃなくて、試しの論証例で。で、私もよくね、論証例作るんですけど、しょっちゅうコロコロ変わりますから。で、これ、一つの試しに、あの、ちょっと作ってみましたで。ちょっと見ていきましょうか。共謀共同戦犯。あ、で、ちなみに、あの、共謀共同戦犯に関しましてはね、あの、司法試験の。あの、取材の人が採点実感を見たときに、あの、一応ね、罪刑法廷主義との関係でも、ちょっと問題になるから。そこを、まあ、一言触れてほしいような趣旨のことが書かれたんですよ。かといって、そこをなかなか書いちゃ。 でもねどうせ結論としてはさ共謀共同制判皆さん否定しますよね、あ肯定しますよね、財刑法定主義に違反するから共謀共同制判なんか認められないという見解多たぶん取らないと思いますから、まあそこのところをなかなか書かないということねで、それを軽く触れつつ、その三要件を出す論証がこれになりますね、えー、共同制判が一部実行を全部責任とされるのは共犯者各人にね、正反性が認められ、意思連絡のもとにされたね各人の勧誘行為が犯罪結果に対して因果性を有するところに求められると。ああここねあの 共同正犯とか共謀共同正犯の処罰根拠、因果的共犯論に立っております。昔はあの、えー、相互利用補充関係説っていうのを、ね、判例が取ってたっていう,ふうに言われてるんですけど、平成24年に最高裁がね、承継で共同正犯とかだってご紹介しますけどあの、共犯の処罰根拠に関してね、どうもその今までのちょっとこう立場と違って、因果的共犯論を取ってるんじゃないかっていう,ふうに言われるようなその表現を、ね、するようになったんですよね。でその後、えー、判例は、まああの 因果的共犯論っぽい判例がずっと続いてきているので、もう今はね、相互利用補充関係っていう言葉を使うと。少なくても、今の判例の立場とは違うっていうことになっちゃうので。そこは、あの、おすすめあまりしませんね。で、学者の先生で、じゃ、誰かその見解を取ってる人がいるかっていうと、主要な先生は、まあ、まず、取ってないですよ。大体、皆さん、因果的共犯論になっちゃってるから。そうすると、判例も、要は学説も、基本的には、もう今、共同正犯のね、処罰根拠、まあ、共謀共同正犯も含めて。共同正犯の処罰根拠を、因果的共犯論の方にも、流れ、ができてますのでね。まあ、基本的にはあの。 受験生も、そちらの見解で書いていった方がいいというふうに、あの、思われます。で、まあ、それを前提に、ちょっともう一回論争例見ていきましょう。まあ、因果的極悪と書いてあるんですけどね。えー、共同正犯が一部実行全部責任とされるのは、共犯者各人にね、正犯性が認められ。意思連絡の元にされた各人の関与行為が、犯罪結果に対して、因果性ね、これ因果的共犯論です。因果性を有するところに、まあ、求められると。で、この根拠はね、共謀共同正犯にも妥当するし、で、一応、罪刑法定主義との関係で。一応、こう、六十条の条文。 から解釈を読み取れるんだよということを一言書いてきます。まあ六十条は二人以上を共同して犯罪の共謀して共謀者の一部のものが犯罪を実行することを処罰することを認めるとこ解釈できるんだと形でねこんな感じで一言触れていきますね。でそこでで三要件出します。丸、え、一、ー、犯罪事実の共謀それから丸二ね、えー、要は正反性なんだけど、えー、まあ、丁寧に言うんだったら主観面と客観面ちょっと混ぜてあの正反性っていうのを書いてあげるといいと思いますね。それが丸二ですね、えー、正反意思と結果に対するまあ重大な寄与。 に基礎付けられた正反性です当然当てはめのところはその、ねえー、主観面の正反意志と客観面の重大な記をちゃんと認定してあげますね、えー、そして、3共謀者のいずれかのものによる共謀に基づく実行行為が認められば実、ね、行、えー、行為をしていないものも共謀共同正反として共同正反の在籍をうと考える、まあ、この考えるというのは解すると書いてくれてもいいですけどね私の論証例はあの考えるというふうにあの、えー、書いてるんですけどね、まあ、解すというふうに書いてくれても構いません。 というわけではこんな感じのが一つの例ですね。で、これを皆さんがあの今日ねあのまあなんで共同声犯とか共謀共同声犯にこういう三つの要件がいるのかっていう話をましてで、あの理由をねあの皆さんまあ理解できると思うんですよ。で、理由が理解できたら別に人の論争例なんかどうでもよくて自分であの論争できればいいんです。自分の理由で論争できればいいんでね。ですので最終的にはあのちゃんと自分で考えられるようにしてほしいのね。でもちろんそこまであの急にできないでしょうからまずは人の作ったやつをねまあ参考にやってってください。で最終的にあのその論文しか受け ける時点ではまあ自分の言葉でこう論証できるようにあのしておくとまあいいのかなと思いますね。でそれなんでかというとね、えー、実際論文試験ってね結構時間が足んないんですよ。えー、でそういう時に事前に覚えた論証例そのまま書こうとすると当てはめができなくなっちゃうので、ね、<laughs> あのもう論証例のその抽象的なあのー、ことを書いて時間が終わってしまってね当てはめができなくなっちゃう可能性があります。 ですので、まあ、臨機応変にね、えー、その時間に応じてまあ長くも短くもできるように、ね、しておく必要が出てきますね。本当に究極時間がなければだよあの えー、ここで3要件丁寧に論証してたらもう問題文の事実の当てはめができなくなっちゃうっていう時は本当にこのの要件の結論だけ出すすんですよもう共謀共同正犯が認められるためには丸1共謀二正犯正三共謀に基づく実行行為が認められることが必要と解するっていうふうにやるのでもちろんその理由のところが、ね、ないからそこは点数もらえないと思うんですけどねあの試験で結果返ってきた時に点数もらえないと思うんだけどその後当てはめやっとけば当てはめて結構点数もらえるはずなんですよね。えでも今度逆にその論章の論ところを時間長く 書きすぎてててしまっで当てはめが結局問題文にいろんな具体的な事情がね正反性を認定するような客観面主観面いろんな事情があるのにそこは全然拾えなくなった結局、えー、事前に用意した論証例貼り付けてじゃあ試験の時間が終わっちゃいましたってなったらそれはもう絶対合格できませんから <laughs> やっぱり論文試験っていうのはその事例が処理できるかどうかってところを試されてますので、ねえー、ですので、えー、多少その規範のところで点数を落とすのを覚悟した上でもあのそういう書き方をすることもありますね。えー、というわけでまあちゃんと、えー、その規範のね、えー、意味をちゃんと理解して、えー、臨機応変にね、えー、その場面 場面に応じて、長くもかけるように、短くもかけるように、ね、対応できるようにしておくっていうのがね、あの、いいと思います。さて、じゃ、今度次ですね、え、間接炊飯いきましょう。 間接正犯というのがね、縦一の意義のところですけれども、まあ比喩的にね言えば、まあ他人をあたかも道具のように利用して犯罪を実現することでね、直接正犯、まあ自らね、えー、自己故意をまあするようなそういう直接正犯と同じく正、えー、犯として処罰されるようなね、えー、もののことを言ってきますね。まあ例えばってこの下の図のとこですけど、まあこの図をちょっと見てもらえますかね。まあ A がね利用者で B が非利用者、利用される人でまあ V がね被害者なんだけど、例えば A がね、えー、まあ V を殺したいなと思ったけど、まあ自ら直接 手を下すんではなくて事情を知らない B さんをですねまあ、騙して、えー、これね V さんになんか必要な、まあ、薬だからなんて言ってね、えー、嘘を言ってなんか毒を渡してで毒を飲ませてそれで V を殺害するみたいなあようなところがね感染、えー、制覇の典型的な事例になってきますねでこういう時はあの、まあ、利用者とか非利用者っていうあの言葉を使うっていうのはちょっと押さえておいてください、まあ、こういう言葉はちょっとこれから出てきますので、ね、利用者非利用者という言葉はちょっと押さえておいてくださいで、えー、この下の、ね、縦にの下縦 ところなんですけども、間接制犯の処罰根拠で、これはまあ言い方変えるとね。間接制犯の実行行為性っていうのはどうなんで認められるのかな？っていう話でもあるんですね。で、えー、これに関してはまあ、実はいろんなまあ考え方があります。なんでね。直接自ら手を下しているわけじゃないのに。 その人が、ねまあ、利用者が実行行為をしているのと同じように扱われちゃうのかということに関しては実はいろんな説明の仕方がありますでここで例えば4ページの一番下のところ1、ね、つの見解実行行為説で5ページのところの一番上のところ行為支配説で2個目のブロックのところで、まあ、結果の実現過程の視野に着目して実行行為性を認定する見解なんですけどまたあその他ね、いろんな見解があるところでありますね。で一つま、ね、まず実行,行為説といううのをちょっとご紹介しましょう これはまあちょっとちっちゃい字でね、あのー、書いておきましたけどね。昭和50年前後ぐらいにね、特にまあ流行していて、で前田先生の本なんかはまだあのこの見解と整合するようなあの見解であの紹介がねされているんで、まあこの見解取られてる方もまあもしかしたらいるかもしれませんけどね。まあ実行行為ですからまずご紹介していきましょう。でまずねスタートは実行行為の定義からいきますね。実行行為っていうのははい皆さん何ですか実行行為の定義。まあ皆さんあの実行行為の定義を覚えてると思うんですけどどうでしょう。というとまあ要は構成分に該当するね、まあ法益侵害邪気の現実的軽微を要する行為とかね、まあいろんな覚え方してる。 と思うううんですけど、まあ、そうい実う行行為の定義からいきます実行、まあ、行為とはね、構成要件に該当する法育侵害の現実的危険性を有する行為を言うんだということです。で、結局、他人を利用して犯罪を実現する場合であっても結局、もう自らね、法益侵害の原的危険性を有する行為、要は実行行為の定義に当てはまるようなことをやっているというふうに評価できる時は、まあ、結局ね、自ら手を下していなくても、間接正犯としての実行行為性、正犯としての実行行為性が認められるんだというふうに考えていきます。 ここがスタート地点なんですね、実行行為ですねである意味、まあ。 あの思考方法は結構あのまあ明快でねえまあ分かりやすい見解なんだと思います、実行行為の定義からまあいくわけなんで、非常にストレートな見解ですね、あとはその具体的にじゃあどういう要件を満たすと、ねそうやって自ら法益侵害の厳正憲載を有する行為を行っているというふうに評価できるのかということで、一と2で見ていきます、具体的には ① ねえ利用者が事故の犯罪を実現するとの正反意思を持って、ねえで2、直接正反としての実行行為と同時しようるような公正要件的結果、発生の厳正憲載を有する行為。 をしたと言えるときはね、えー、まあそれで間接制範の実行行為性が肯定されるんだという形になってきますだからこの見解に立つとねあのこの論証さえ抽象論でしてしまえば当てはめのところはね普通にあの実行行為の定義に当てはめていくだけな感じになっちゃうんですよね、えー、である意味まあ書きやすいっていうは書きやすいですただ、えー、まあ。 あんまりあのかな前田先生の以外の先生であまりこの見解、最近取られている方がいらっしゃらないのでねまあそこのところはどうなのか、あと判例少なくてもあのこの見解取っているか分からないんでねえまあちょっとこうどうなのかなというところはありますね。でも別にこの見解であの書くときめで書いちゃうんだったらそれはそれであの OK ですね、そこのとこころはねでえまあこの見解、ちょっと批判されてましてちょっとと中のところですね4ページの一番下のところなんですけどこの見解に対しては熟練の窃盗犯に窃盗をそそのかして、教査犯になる場合ね。 熟練の窃盗犯ってさ確実に窃盗をやってきますよねだから危険性の点では非常に危険なそのそそのかし行為自体相当危険な行為をやってるんですよでも教授犯にとどまっちゃうんですう にとどまっちゃうことともあるんですよでというわけでね熟練の窃盗犯に窃盗をそそのかして共査になることと是非弁別能力がない幼児に窃盗をさせればね、えー、完成制犯になることの違いは、まあ、なんか危険性っていう言葉だけでなんかうまく説明区別できないんじゃないのっていうそういう批判がされてますまあ抽象的な批判ではありますけどね、まあ、一応こういうところがありますね。 というわけで、まあ、この見解すでに取られている方は、まあ、別にあの試験例えば今度なんか近々何かの試験があるっていうんだったら、まあ、これで書いてくれても構いません、まあ、私のおすすめはちょっとこの次のページの、ねまあ、見解なんですけどねさてで今度5ページの方ですね後遺肺説でこれはの予備校の本に、ね、よくあの書かれている見解ですねこちらの本、ね、トーレンの解説とかその他あの予備校の、ね、なんかインプットのテキストなんかによく書かれていることがまあ多い,い,いんじゃないかと思われる見解です。でそれはね制はね、えー 利用者がね、非利用者の行為を一方的に支配利用して事故の犯罪を実現するところに。正犯としての、まあ、処罰、処罰根拠が求められるんだというふうに説明していきます。で、このとことから、次の丸一と丸二の要件を満たせば、もうね、ええー、間接正犯。 うんであってもね直接裁判と同じように実行行為が肯定されるんだよって話になってくるんですねで要件このことからの丸一のところですね、えー、他人を支配して事故の犯罪を実現するという間接裁判の意思を持って丸二利用行為によって非利用者のね行為を一方的に支配利用して公正要件に結果発生をさせる厳正性のある行為を、ね、したと言えれば間接裁判としての実行行為性が肯定されるんだというふうに考えていきますねまあこれはわりかし慣れている方もいらっしゃるんじゃないかと思いますねまあこれまでずっと勉強されてる方 結構この見解知ってる人は多いんじゃないかと思います。 でえまあ、この見解で核って決めてるんだったら、まあ、あのそれはそれで構わないと思いますね。で今度、次のところですね、で今、私がちょっとお勧めしてるのは、この次の見解なんですけれども、犯罪の結果実現過程の支配に着目する、いや、行為じゃなくて、その犯罪の結果の実現過程っていう、まあ、ちょっとそこに着目してね、そこを支配していたかどうかっていうところを見ていくんですよ、でその、ね、上の行為支配説との違いはね、えー、この結果の実現過程の支配に着目する見解のこの中のところを見てください。 犯罪の結果実現過程を支配しているかは犯罪の結果まあ未遂の結果でもいいんですけどね犯罪の結果。 の因果のの流れをを自ら支配してていいるかどうかどうところを見ていくの、ね、別にあの行為にあのこだわらず、ね、非利用者の行為にこだわらずとにかくこの、ね、因果の流れを、ね、結果に向けての因果の流れを支配しているかどうかというところで、えー、着目すする見解ですねでちなみにあの共同正犯絡みのところであの処罰根拠を、ね、相互利用補助関係説からあの、まあ、因果的共犯のほうに持ってきますよねあとはあのそもそもあの共産犯とか補助犯の,あの脅威の、ね、共犯 の処罰根拠、まあ、それに関しては、皆さん、どうやって覚えてます。まあ、今日やらないですけど。あの、協議の共犯の処罰根拠で、どうやって抑えてますっていうと。まあ、おそらく、あの、間接的な法益侵害というふうに言うんじゃないですか。その正犯の行為を通じた間接的な。まあ、法益侵害をしているから、共産犯とか、北上犯っていうのが処罰されるんだって、うう抑えていると思うんですよ。で、これも、あの、因果的共犯論なんですよ。結局ね。えー、で、そういう意味で、まあ、結局、共同正犯とか、ああ、協議の共犯のところで、因果性のところに着目してるんだったら。間接正犯のところも、因果性に着目して、それで、犯罪が成立するかどうかというように判断した方がね。まあ、ちょっと理論。 基本的に、論理的に、まあ、一貫してるんじゃないか、っていうことでね。それで、このね、結果の実現過程に支配する見解というの、まあ、お勧めしておりますね。で、この見解はですね、あの。結構ロースクールの学生、がね。 あの基本刑法1っていうあのこうね市販されてる本で刑法を勉強されてる方が多いんですけどえそれね長調なんでまあいろんな先生がこう書かれてるんですけどねえそのまあ代表者で大塚博士先生という方がまあいますけどその大塚博士先生がえ今度単独でね応用刑法1っていうのをあの法学セミナーの方でまあちょっとこう連載してで今ね30校まで全部揃ってそのうちにまあちょっと時間だいぶ経っちゃうかもしれないけどそのうち市販されるんじゃないかと思うんですけどその大塚博士先生がねこの結果の実現過程の支配っていう いう見解を、あの、ちょっとこうね、ね、えー、説明してくれてるんですよ。おすすめ、えーしえー、してくれてるんですよね。で、そういう意味で、あの、まあ、あの。結構、こう、わかりやすい見解なんで、今、これをね、ちょっと、お勧すすめしてますね。 一番大塚先生はねあのまあ元々あの判例の立場を受験生にねこう分かってもらうように自分の考えを押し殺して受験生のためにひたすら判例と整合するような見解を理論的に説明してくれてるんですよで判例を分析してるとどうもこういう結果の実現過程に支配、はい、あの着目してるんじゃないかみたいな感じでねそんな感じでまあ分析して書かれてますね、まあ、大塚先生自身の見解とは全然違うんですけどね受験生のためにはいろいろ判例をね理論的にまあ分析しているようなものになってますね、えー、まあそういうのがあってからおそらく基本刑法一なんかね、まあ、大塚先生書いてるところ実 少ないんですけどでもねそういうところがあって受験生が多分とわに書きやすいからあの、えー、結構基本警報1なんかが流行ってるんじゃないかと思いますねでちなみに基本警報1のね間接制覇のところは大塚先生が書いてなくて他の先生が書いてるんですよでそこはね好意支配説が書いてありましたねなんで大塚先生自体は別に好意支配説ではなくてね、まあ、あの結果の実現過程の支配ところ着目判例はしてるんじゃないかというふうに分析されてるんですけどね、まあ、そのうちあの多分応用警報も市販されて、まあ、皆さんの目に届くようになるんじゃないかと思います今のの段階でもあの判例検索の、ね ロースクールなんか行かってる方はあの判例検索できると思うんですけどそれで例えば TKC なんかで応用刑法1って形であの文献検索してもらえるとあの全部出てきますのでねえ自由に印刷できると思いますのでまあそんな感じのところですねまあ受験対策上すごくやりやすいと思いますでちなみに判例この3つ目のブロックのところなんですけど判例はじゃあね間接違犯の実行行為性についてどんな規範を要はどんな判断枠組みをまあ使ってるのかというと判例すごいんですよあの判断枠組み一切示してないのだから事例判決 しか、ね、やってないんですよねだから困っちゃうのねだから基本的に受験生はあ,のあんまりねこう深いこだわりをしせずに、まあ、なるべく楽に受かりたいっていうふうに思うんであれば基本判例の立場でいくといいんですよどの科目も。 あのよほどあの学説から判例が、ね、あの批判されていない限り基本判例の立場で全部をやるっても割り切って自分がそう思っては思ってないが受験対策上、ね、もう判例の立場でやるっていうふうにあのやっちゃうとはそこは楽ですねよほど判例があの批判されている場合じゃない限りね、えー、で,で,でもこの間接案のところはその判例が、ね、一般的な判断枠組みを示していませんちなみに因果関係のところもそうなんですよ刑法の、まあ、今危険の現実仮説っていうのが、ね、一般的な見解になっているけど判例は分からないんだよね。 いや危険の現実仮説と整合するっていうふうに分析はされてるんだけど、一般的な判断枠を示してないからね、えー、でそういうところは、ね、結局、学説に頼らなくちゃいけないんですね、まあ、因果関係のところだったら、皆さん、多分危険の現実仮説、昔は相当因果関係説なんていうのを、ね、使ってたのが主流でしたけどね、最近はまあ危険の現実仮説でやってると思うんですけど、感染性御のところも、ここは学説に従ってやっていくのが、あやってかざるを得ないというところになっています。というわけで、まあ、今、3つの見解紹介しましたけど、もう何か決まってる人は、自分の見解でやってください。ままだ決まってない人は、まあ 結果の実現過程の支配というのを、ね、あの今後ちょっと私の講義の方ではちょっとお勧めしていこうと思っておりますね。 でちなみにですねあのこの、えー、実行行為説だろうが行為支配説だろうが結果の実現過程の支配説だろうがどの見解を取っても結局、ねえー、これだけではあの実行の着手の時期が特定できなくてこの今の論証と当てはめにプラスしてさらに実行の着手時期を厳密に特定しなければいけないんですよ例えば行為支配説を取るんだったら行為が支配されている期間というのがあるじゃないですか一時点じゃなくて普通、行為が支配されているというのは大体、ね、こう時間的な流れがあるはずなんですよね。この幅があるはずなんですよ でその幅の中で例えば実際、法益侵害邪気の原石原性があるその自己行為の定義ね法益侵害邪気の現石的石原があってかつその支配されている幅の中で結果も発生していたとしますよねその場合は間接正犯のついになりますそれに対してその支配されているその期間の中で法益侵害邪気の現石的石原があるということで実行の着手は認められるんだけどただ結果が発生したとき を見た時にもうその支配から逸脱して自由意志でもうやってたってことになると間接制判水で終わっちゃうんですよ。でじゃあその起水結果のところどうしてくれるかっていうとね司法試験で2回ぐらい論文試験で出てるんですけどそこは別途調査犯っていう形であのやってきますね。間、ま、接、あ、制判の行為で共査起水の結果実現したってことで共,共犯形式の錯誤の問題もまあ出てくるんですけどそんな感じでやっています。でですので、えー、まあ実現 実行行為説だろうが行為支配説だろうがこのね結果の実現過程の支配説だろうがいずれにしろこの論書をして当てはめした後にさらに実行の着手時期を結構こまめに見ていかなければいけないのでその時にはい皆さん問題ですえ間接制覇の実行の着手時期に関してどういうふうにあの考えますかというと3つ見解あるんですよね、大きく言うとねまあ利用者の利用行為の時を基準にするという利用者行為説えそれから非利用者の,ねえその行為を 基準にすあとはそうやって割り切らないでもう個別的に見ていきましょうという個別仮説がありますけどそれと結びつくんですこの3つの見解どれを取ってもねでちなみに実行行為説を取った場合は基本的には別に理論,理論的に決まってるわけじゃないんですけど、まあ、普通個別仮説の方に流れると思うんですよなんでかその丸二の要件ねその結果性の原因的牽制があるかどうかというところをも実際、まあ、見てるわけだからその後結局実行の着手室特定する時も多分丸二で書いたこととも同じようなことを書いてそれで着手時期も多分丸二の時と同じような感じになって 二であのこの、ね、危険性を認めたあのと同じ理由で、えー、おそらく、ね、実行の着手もあの,の時期も特定されると思いますねだからそこは当てはめ簡単でいいんですね、えー、でこの支配に着目する見解、ね、この右のページの6個ページの方の,この、まあ、2つ、まあ、見解がありますけどこちらいった場合は、まあ、もうちょっと厳密に、ね、その現実的な危険制が発生した時点がいつなのかというところを、まあ、個別仮説に結びつけて書くのであればそこをちゃんと見ていくということが必要になってきます。 ちなみにおすすめはしませんけど、このね、まあ、行為支配でも結果の実現過程の支配着目する見解でもどっちでもいいんですけど、まあ、結局、一定の幅ができるはずなんですよ、その支配されてる時期というのが一定の幅ができますよね、でそこで利用者行為説、あるいは非利用者行為説取ったら、もう難しい話は何にもいらないの、本当に形式的に、その支配されてる中で、支配されてる期間の中で、その利用者の行為があったのか、あるいは非利用者の行為があったのかっていうだけでもう、着手があったのかどうかが決まりますから。でその支配されてているる中で結果が発生してるかってことこを見て でつ水結果が発生しているんだったら関節炎の起水になりますからねで今度逆にその支配されている機関の中で着手は認められると。 ね、利用者の行為、あるいは非利用者の行為があるということで、着手は認められるんだけど。まあ、結果が発生したのは、その支配から逸脱されて、自由意志でやってるってことになったら。そこは間接正犯の未遂。で、別途、起遂結果のところは、まあ、通常共産でね、共犯の錯誤で。間接さんの行為で、共産の、ええー、起水の結果実現したということで。え共犯形式の錯誤で、まあ、処理をしていくことになりますけど。まあ、所有処理をしていくことになってきます。でも、今ね、あの、その実行の着手、間接正犯の、実行の着手のところで。利用者行為説と非利用者行為説で、割り切り売ってる学者さんがいないんですよね。えー、判例なんか古い。 例でさ、あの毒入りの砂糖を郵送して送ったってやつで非利用者行為説を取ってるっていうふうにまあ言われてるものがありますけど今ねあの学者さんでそういう見解を取ってる人がいないんでここはあの個別仮説をお勧めしておりますその間接制案の実行の着手に関してね。なんでまあ一応まあ行為支配説でも結果の実現過程の支配説でも何でもいいんですけどその支配されてるかどうかってことをこの1と2の要件であのまず決めます。 でそれ決めた段階で多分一定の幅があるはずなんですよ、その支配されている期間が、ね、幅あると思いますから、その中で今度、実行の着手時期をあの個別仮説で特定するわけね、法規侵害邪気の厳正牽制を有する行為がその支配されている幅の中でされているのかどうかということを見ていきますで、それが認められたら少なくとも間接制覇の未遂にはなりますからね、でさらに規遂結果がその支配されている中で生じているかどうかということをまあ見てください、でそれがされているのであれば間接制覇は規遂になります。で今度逆に、えーそのえー、支配されてる機関の中で、えー その着手は認められるんだけど、結果が発生が、その支配から逸脱したね、まあ、自由意志でやってるっていうにうになったときは、完成制犯未遂で、でその規遂結果のところはね、共産党、完成制犯の錯誤ということでね、間接制犯の行為で、えー、共産、規遂の結果を生じさせたということでね、処理をしてもらえればと思いますね、司法試験、このパターンよく出てますので、あの関連問題あ、4ページご覧ください。 4ページのね一番上関連問題 H21、H25、ね、これやると分かります、あのそんな感じのところで、ねえーまあ、機会があったら、ね、25年のあたりのところからまあやってもらえるといいかなと思いますけどね、まあ、自然史とか採点時間よく読むと、ね、あの勉強になりますので、ね、今私がしゃべったことを理解していると自然史と採点時間が、ね、よく理解できると思いますね。というわけで意外と、ねあのまあ、論章でだけ覚えても、ね、あのうまくいかないあのちゃんとこういうところはしっかりと処理の仕方も含めて、ねえー、理解をしておかないといけないということになってきますね。はい まあ、こういうのを詳しく勉強されたい方はねあの私のまあ矢島の促進インプット講座とか矢島の論文完成講座なんかでまあ勉強してもらえればと思いますね、私が答案書いてますんでね、さてで今日はまあこれぐらいにしまして、えー、次ね、ね、えー、具体的にちょっと判例をご紹介していきますね、6ページのとこです、えー、縦3、えー、生産のが問題となる事例ですね。ね えーまあ、今日は、ね、一部ちょっと時間の都合で、ね、一部、まあ、代表的な例をご紹介していきましょう。自理弁識能力や意思を抑圧されているものを利用してする形、ね、態、まあのものですねで矢印のところですけど、まあ、間接性犯の実行行為性の有無は他人を一方的に利用して犯罪の結果実現過程を支配したと言えるかにより決まるのであり、まあ、行為者説の人はあのそこ,ここを読み替えてくださいねとりあえず結果の実現過程の支配説で、まあ、説明してますので、ねまあ、犯罪結果の実現過程を支配したと言えるかにより決まるのであり、えー、刑事未成年者や心身喪失者などの責任能力を欠くものを利用したというだけ 直ちにね間接制覇にね制なるわけじゃありませんやっぱその実現過程を支配していってるかどうかとうところで、まあ、決まってくるわけですね。えー、もっとも、えー、精神状態の健全性に著しい欠陥があるなどしてね自理弁識能力を欠くものや意思を抑圧されているものを利用して犯罪を実現した場合は、まあ、結局ね、あのーまあ、行為支配説とか結果の実現過程支配説の要件に通常は当てはまることが多いんだと思いますね。で当然その支配されている間にその法育神経弱金の減税権制がある行為もされているということになると、まあ、普通に完成制覇になってくると。まあ、で結果も、ねその支配 されている中で発生すればすでに関節細胞の奇数になってくるんだというふうに考えていきますねで、ちょっと判例この下見てください、えー、まずねその利用されている人がね非利用者が自理弁識能力を各 事例でね、間、え、接、ー、性犯を認めた判例をちょっとご紹介しましょう、家、えー、事祈祷で生計を立てていた被告人が、その被害者の親族からね、まあ、ちょっと治療を依頼されていたんですけども、精神分裂病の治療を依頼されてたんですけど、結果、うまくいかないと、そこでその、ね、被害者の家族から責任追及されるとまずいなということで、責任逃れのためにです、ね、えー、その被害者、部位がね、自殺したように装って殺害しようという,うに計画したと、そこで被告人は、意思能力を欠きね、自殺の意味を理解できない部位に対し、首をつってもね、過死状態になるだけで、必ず一回と騙し 首をを吊らせて殺害の目的を遂げた事例で最高裁はねまあ一審判決の事実認定なんですが一審判決は本件被害者が通常の意思能力もなく自殺の何たるかを理解しないものであると認定したのであるから判事事実に対し刑法202条ね自殺寛容罪ではなくて刑法199条だから通常のね殺人罪。 を適用したのは正当だという形で、えー、それでね、殺人罪の成立、要は普通にあの、正犯としてのね。えー、自殺勧誘罪じゃなくて、えー、普通の殺人罪の成立を認めたという判例がありますね。間接正犯って言葉使ってないんですけど、これはあの、間接正犯の事例というふうに、あの、言われてます。ここのところね。間接正犯っ言葉使ってないですけど、まあ、間接正犯の事例というふうに言われてます。で、さっき言った通りね、判例はこうやってね、あの、判断枠に出さないんですよ。間接正犯の実行行為がね。認められるための一般的な判断枠に出す。こうって事例判断ばっかやってるのね。えー、だから、論文試験はね、あのー、ちゃんと、なんか自分の。 1回決めておいてねえー、まあさっきの3つの見解のどれでもまあいいですけどちゃんと規案出して当てはめをね、えー、していかなければいけないということになってきますで、担当対策ではちゃんとこの判例を覚えておかなきゃダメなのね、えー、このまま聞かれますからね判例あの担当試験刑法結構判例の立場聞かれますけどねまあ、担当対策で判例を覚えてで論文対策では自分の書き方でまあ、書けるようにね、しておく必要が出てきますね さてで今度最後6ページの一番下のブロックですけどもね非利用者の意思が抑圧されている、まあ、事例でね感染制限認めたあの判例をご紹介します。まずね1行目刑事未成年者を利用したということだけからね直ちに感染制限が成立するわけではないということは判例は言ってますね。えー、かといってねじゃあどんな時に認められるかかというね一般的な判断枠組み出さないんですよ。でこの後まあと事例判断になっちゃうんですけど2行目、まあ、日頃被告人の言動に逆らうそぶりを見せる都度ね顔面にタバコの火を押し付けたりドライバーで顔を擦ったりするなどの、ね、暴行を加えて、えー、事故の意のままに従わせていた の幼女ににに対し、ね、四国巡礼中に再選泥棒を命じて、ねえーまあ、実行させた事案につき最高裁こんな判断してます被告人が事故の日頃の言動に付し、意思を抑圧されている道場を利用し、窃盗を、ね、行ったと認められるのであるから、まあ、道場がぜ、ね、ひ善悪の判断能力を有するものであったとしても、まあそのね、窃盗の間接制圧になるんですよということを言っておりますね。まあ、これもやっぱりあの判断枠組み出していないんでね、ね論文試験ではちゃんと判断枠組み出して、えー、三段論法をしてい、ね、く必要が出てきますね。 さて今度七ページですね。今度ね、完成正反が指定された事例をご紹介しましょう。これすごく有名な判例で、とても大事。まあ前のページの判例もも,もちろん大事なんですけど、<う>この指定された判例もすごくまあ大事です。まあちょっと見ていきましょう。えー 矢印のとこですけどね、ええー、刑事未成年者を利用した犯罪でね、完成さの成立が否定されて。まあ、で、共同正犯とされたね、ちょっと事例をご紹介していきます。で、この下のとこですが、被告人は生活費にね、寄していたため。被告人が勤務するスナック経営者のね、シーコから金品を合意しようと企て、悪、ま、い、あ、人ですよね。自分が勤めてるスナックのママ、ま、のところで強盗しようなんて思っちゃってね。まあ、合意しようと企て、で、自宅に行った中学1年生の長男 B で、この長男はね、刑事未成年者14歳未満なんで、あの、責任能力ありませんからね。まあ、構成要件。 該当して違法性は認められても、あの犯罪は成立しないんですよね。責任がないからね。まあ、自宅にいた中学。 1>, 1年生の長男 B に対し C のところに行ってねお金を取ってきて映画でやっているように金だとか言ってモデルガンを見せなさいなどと申し向けねで覆面をしエアガンを突きつけて脅迫するなどの方法により C から金品ンンンをね奪い取ってくるよう指示命令しましたでこの子供の B はねまあ嫌がっていたんだけどまあ被告人は「大丈夫お前は体も大きいから子供には見えないなど」と言って説得してで犯行に使用するためあらかじめ用意した覆面用のビニール袋とかねエアガンなんかをまあ交付しましてでこれを承諾した B はねそのエアガンとか覆面をまあ携え えー、一人でスナックに赴いた上ね、えー、でその、ねえー、覆面をしまして、えー、で被告人から指示された方法によりスナックのママを脅迫したほかさらに、ね、臨機応変にです、ね、自分の判断で、まあ、そのスナックの入り出入り口のシャッターを下ろし、まあ、要は誰か、ね、人が来ちゃうと犯行があの発覚しちゃうんでね、えー、おそらくこう犯行発覚されにくいように、ね、犯行やりやすいようにするためにシャッターを下ろしたんだと思うんですけど、えー、スナックの出入り口のシャッターを下ろしたり。でこういうい 臨機応変な対応をされてしまうとね、さっきの間接制覇の実行行為性の判断枠組みからして、例えば行為を支配したとか、結果の実現過程を支配したという見解を取ると、なかなか支配したというふうに言えなくなっちゃうんですよね、もうこの利用されてる本人の意思でも動き始めちゃってるんで、こうなっちゃうとね、なかなか支配してるということが言いづらくなってね、間接制覇が認められない方向になってきます、こういう事実関係がすごく大事になってきますね、間接制覇が否定されるための事実関係としてはね、結構自分の判断で臨機応変に動いちゃってるというところ。 がすごく大事になってきます。だけど、この太字のところね、事故の判断により。 えー、そのスナックのデ出ションのシャッターを下ろしたりねトイレに入れ殺されないから殺さないから入れなどと申し向けてね脅迫してトイレに閉じ込めたりするなどしてねで犯行抑圧してで現金40万1000円とねショルダーバッグ1個などを合、ま、手、あ、してで強盗を実現しちゃったと強盗の起水結果をね、えーまあ、実現したということになっていますで最高裁、えー、これでお母さんの方にね間接制犯になるかどうかって話なんですけど間接制犯の成立を否定してますでやっぱり一般的な判断枠組みを立ててないんですよ事例判断してるんで、ねまあ、皆さんが論文試験で書くときはちゃんと規範を立てて当てはめを、ね、して で見ていきますと最高裁は完成裁判に関する一般的な判断枠を示さず、ね、本件当時 B には是非弁別の能力があり被告人の指示命令は、ね、B の意思を抑圧するに足りる程度のものではなく B は自らの意思により本件強盗の実行を決意した上で臨機応変に対処して本件強盗を完遂したなどの事実関係があることなどから諸、ねまあ、論のように被告人付き本件強盗の完成裁判が成立するものとは認められないんだという形になっています。これ受験生がが、ね、陥りがちな罠は あのこれ結局なんでこれ強盗やってるかっていうとお母さん生活し欲しくてやってますよねだから非常に正反対が強い事案じゃないですかなんでそういう正反対が強い事案ででなんか人に犯罪や,やらせてるとねついついその支配されてるかどうかっていうところをあまり見ずに間接正反認定したくなっちゃうんですよ受験生がでもこれだけね正反意志がありそうな事案でもやっぱ支配 されているような状況がないと臨機応変にやっぱりこう利用されている人が動いちゃってね支配されているような状況がないとやっぱ間接選って認められないんですよどんなに正反意志があってもダメなんです。 こここのところ受験生結構危ないんですよここのところだからこの判例はやっぱり一つの物差しになりますからね皆さんが未知の問題を処理するにあたってね、まあ、一つの価値判断に使える材料になりますのでしっかりと押さえておいてほしいのねどんなに正反意志があってもやっぱこう支配されているような状況がないと間接正反にはならないんだってことなんですよここ意外とね似たような事例出すとねあっさり間接正反認めちゃう人がいるのねお母さんの正反意志が強いってことを強調してあっさり間接正反にしちゃうのね こここのところね気をつけてておいいくださいでじゃあこれ一体お母さんじゃ犯罪何が、ね、成立するのかって話なんですけどこれが最後の段落になります、まあ、同斎高斎はその上で、えー、被告人はねでこれね最終的にあの共同正犯前はあの自己故意お母さん自らやってないから正確に言えば共謀共同正犯なんですけども結構ね正犯性があるっていう正犯性を基礎づけるような事実を結構指摘してますね、えー、その上で被告人は生活し欲しさから本件強盗を計画し、はい、計画した人は これなんで正反性ららの客観面のところの重大な企業に影響しますよね。それから、その B に対し犯行方法を強示、犯行方法を指示するというのはどこに影響しますっていうと、ここもあの正反性の客観面なんですよ、重大な企業そういうところにあの影響すると思いますね。あと、犯行道具を与えるというのはどこに影響しますというとここもやっぱり正反性の客観面なんでしょうね、重大な役割とか重大な業っというところに行くんだと思います。 で、えー、犯行道具を与えるなどして本件強盗の実行を指示命令した上えー、B が奪ってきた金品をすべて自ら領得でこれね、ね事後的な事情なんだけど論文試験ではこれこのまま使わないでください。自ら領得していることから結局、公維持からもうねその共謀している段階からもうすでに自分の犯罪として実現する意思があったとっいうふうに公維持の事情に評価し直してあげるといいと思いますね、えー、ここのところはね。ね、えーまあ、これ正反意思に影響するんだと思いますね。ねね金品自ら領得したとといいうところ、ね、あるいはあの 領得したてのを客観的な面から捉えて重大な機能を果たしたっいうふうにまあやってもらってもいいですけど、まあ正反意思の方にね、えー、こう推認することも可能だと思いますね。まあ私が論文試験でこれ書くんだったら正反意思の方にまあ推認する事情として、ねえー、使わせてもらおうかと思いますけどね。ま、え、た、ー、というわけで、えー、金品をすべてね自ら領得したことなどからするとまあ強盗の強殺犯ではなくて共同正犯が成立するということになってますね。でこれ面白いのは子供の方は。 あの刑事未成年者だから犯罪不成立じゃないですかだからこれお母さんだけが共同正犯なんですよでこういうのもあるのね結局共,犯者の共同正犯者の他方が構成、まあ、要件にあたって違法性さえ認められてれば基本的にあの責任がなくてね犯罪が成立しなくてもあの共同正犯認めてるんですよね判例がねでこれがねあの担当試験でこのちょうどあの2週間ぐらい前にねあの論あの担当試験ありましたけど出てましたでこの右下のところね平成30年のこれ司法試験のちょっと過去問番号なんですけど 17問目でこれと似たような事例で,で,であの実際、ね強盗してあの被害者の方怪けがしちゃったんですよ強盗の機会にけがしちゃったんで強盗致傷になる事案だったんですけどそれでそのお母さんの方にね要はその凶暴だけした人に何罪が成立するかというのが聞かれてましたで結論は多分あの強盗致傷罪の共同制犯要は実際にやった子供の方は刑事未成年者だから犯罪成立しないんだけどえお母さんの方ねえおそらくこの強盗致傷罪の共同制犯になったあようなものなんだと思うんですね。ここれが分かってるとこの30年の年問目は まあ簡単に正解できたということになってきます。まあまさにね、単独試験受けられた方まあいらっしゃるんじゃないかと思うんですけどね。まああであの問題確認しておいてもらえればと思いますね。さて、じゃあ間接選択終わりにしましてね、今度証明的共同選択の話をしていきましょう。証明的共同選択ね。で、カッコ1のまず意義のところですね。で、証明で共同選択はね、あのこの定義ね、ガチガチに暗記しなくてもいいんですけど、どういう事例で 的共同ととといいいううもののが問題にになるるかってことはちゃんとイメージできるようにしておいておくださいじゃないとそれを問題にしなくていい事例でわざわざそれを問わに書いてねでまあ思い切り外してしまうっていう危険がありますのでね、えー、どういう時にその「承継的共同制犯」っていう議論をしなければいけないのかっていうその事例をあの正確にイメージしておいてくださいでそれが最初の矢印のところですけどもまずね、えー、この共同「承継的共同制犯」とはまず先に犯罪の実行に着手した先行者の実行行為が全部終わる前にね、えー高校者が 先行者と医師の連絡をしてね共謀した上で残りの実行行為に関与するとだから実行行為が全部終わった後に後からあの高校者が加担した場合はそれは当たり前だけども消滅的共同制犯じゃありません先行者が実行に着手してまず実行会全部終わる前にねその共謀の上加担した場合のその高校者の在籍を検討するときにね消滅的共同制判という議論をしていくことになってきますねで今度ねこの3つ目のブロックの例えばっていうところなんですけども 一番典型的なのは、強盗の事例だと思いますね。あの強盗罪って構成要件、客観面どうでした、皆さん。まず、あの財物奪取するためにさ、相手が暴行または脅迫して、相手方の犯行を抑圧しますよね。 で、その犯行抑圧状態下で、その被害者の意思に反して、財物の占有を奪うってことになりますよね。で、この時、まず先行者が、例えば、そのね、財物奪取に向けて。相手方の犯行抑圧に足りるような暴行、または脅迫をして、で、犯行抑圧状態にしたんですよ。で、その後、後行者が後から加担して、で、意思の連絡の上、財物の出し行為を手伝っちゃうと。まあ、そういう時にですね、えー、まず。 基本的に後から入ってきた人っていうのは暴行または脅迫をやっていませんからそこだけ単独で見ちゃうと強盗罪の構成要件当たらないんですよね強盗罪って暴行・脅迫をして財物を奪うことを本質とする、まあ、犯罪ですから後ろから来た人だけの行為だけに着目しちゃうと、まあ、強盗罪の共同制犯になりませんじゃあ何罪の共同制犯になるんですかって言ったら結局あの被害者の意思に反して財物の専用を奪ったっていうことだけを先行者と共,共謀してまあやってるわけですから窃盗罪の共同制犯で終わっちゃうんですよ。 窃盗罪の共同性案ね。でもそこで何とか。そのね。高校生。実際は反抗、えー、抑圧にするに足りる暴行規約をやってないんですけど、まあそこも込みでね。まあ、なんか強盗の共謀共同性案の在籍を負わせられないのかってところが一つ問題になってきます。まあ、それが、えー、このねえー、3つ目の今ね例えばというところのブロックの。 話になってますねでこの点、ですね、まあ、そういう象形的共同生犯っていうのをまず、ね、認めるかどうかということに関しては、括弧2のところなんですけど、全かつて全面肯定説というのがありました、今は、ね、この見解を取っている人がいないから受験生も取,んな取っちゃだめなんですけど、えー、かつては、ねえー、こういう見解がありました。でもう理由は簡単 あの1行目のところでね、特に結合犯ですね、あの強盗罪なんかが典型的ですけどね、あのその一つの犯罪の中にいろんなあの構成要件要素が複数入ってるあの客観的な構成要件ですね、えー、暴行脅迫とかさ、財物のダッシュ行為とかね、えー、あと詐欺詐欺もそうですね、えー、まあ欺く行為やってさ、で相手方を錯誤に陥らせてね、えー、それで財物交付させたりとか、あと恐喝もそうね、えー、相手方を財物ダッシュに向けてね、暴行脅迫して、で犯行を予されるに足りない程度のね、遺、ま、布、あ、するに足りる程度のまあ暴行を迫して、遺布状態の被害、まあ 会社から金品を奪い取るというようなことやると恐喝になりますけど一つの、ねえー、犯罪の中にまあ複数の客観的な構成要件が予定される複数の行為が、ね、予定されているようなもとこれ結合犯と言いますで昔はまあ典型的にはこのね、まあ、継続犯とか結果的にはちょっとまあ目をつぶってもらって結合犯 なんかは結局、このあと、ねえー、単純一台の犯罪というのは不完全だということで途中から入っても,もう、ね、行為全体について責任を問えるという雑な理論でですね証刑的共同宣のを認めていたんですところが今はもうあのこの見解を取っている方がもういませんのでね、えー、受験生はこれやりません、まあ、担当対策で、ねえーまあ、抑えておくぐらいね、まあ、こんな見解もあるなという、ね、理論問題で、えー、抑えておくぐらいです。 で今、ね、学者の先生はどういうことを考えているかというと9ページです、全面否定説とあのこの、ね、中間説、まあ、限定肯定説と言われる見解ですけどこれが強いです、この2つの見解ね。全面否定説も結構強いですしこの中間説も結構強いです、で結論としてはどっちでも変えません判例はあの中間説を取っているというふうに言われていますね。 えー、共同裁判の一部実行全部責任の根拠をね複数の者が共同して犯罪を実行することで、まあ、物理的・心理的に、ね、影響を及ぼし合うことによって犯罪の結果発生の蓋然性を高めたところに求める見解、まあ、これちょっと難しい表現だけど、まあ、因果的共犯論です、まあ、因果的共犯論ねとにかく、まあ、あ各行為者がね結果に対して因果性を与えたというねそういう因果的共犯論を根拠にね、えー、3行目の途中ですが、えー、高校者は事故の関与前の先行者の行為によりもたらされた事象についてね、まあ、物理的・心理的に影響を及ぼしえないと、ね。えーさっきの 例で言うと先行者が一人だけであった暴行脅迫についてはね高校者というのはですね因果性をしえない物理的にも心理的にも影響をしえない,い,いんだということで関与以前の事象についてはも一切責任わないというのがね全面否定説になってきますで結構ねあの有力な学者の先生もこの見解を取っている人がいるんで論文試験別にあの判例の立場とは違うけど判例の立場批判してこれっていうのはありですねいやもうすでに皆さんの中でもう全私は全面否定説だというふうふに思っている人がいるのであれば判例批判してね全面否定説でやってくれても構いません。 でこだわりがない人は次の、ねあのー、中間説の中でも判例の立場と整合しやすい見解をご紹介しますので、ね、そちらで書いてもらえればと思いますじゃあ中間説です。 中中間説の中にもい、ね、いろいろ見解あるんですよで今日特に典型的なもの2つを、まあ、ちょっとご紹介しますと2段落目のところですね中間説2段落目見解の1つとして共同正犯の処罰根拠についてあの昔の、ね、最高裁の判例が言ってた要は平成24年の判例が出る前に言ってた相互利用補充関係説に立った上えで高校者が先行者の行為と結果を事故の犯罪の手段として積極的に利用した場合はこれが要件なんですけどね、えー、高校者が、ね、先行者のまあ行為と結果を積極的に利用した場合は事故の関与前の行為と結果について てもね承継的共同制判として共同制判の在籍をとそういう見解がありますね。これ実際平成24年の最高裁判例が出るまではこれが一番有力な見解だというふうに言われてましたね、えー。判例はこの見解を取っていたというふうに言われてます。でこのね積極的に利用した場合といえるかどうかっていう判断の中であの高校者が先行者の行為と結果を利用する意思があったのかどうかっていうその主観面を結構考慮していくんですよ。利用する意思があったのかかどうか ってところを、まあ、結構見ていくことになってきます。だそこのところ事実認定ね、えー、大事になってきますね。ただね、この見解でやっちゃうと、ちょっとおかしいことになっちゃうんだよね。あの、強盗の事例で言えばさ。 あのまあ、先行者がまずね財物奪取に向けて相手方の犯行を抑圧するに足りれる程度の暴行を脅迫しますよねでその後後行者がそこで共、ま、謀、あ、してねでその後の財物奪取行為に関わるんですけど結局じゃあその人に強盗罪の、ね、単に後盗行為であるその窃盗行為の共同制犯ではなくてそのもうね強盗罪の共謀共あ消极的共同制犯として共同制犯の在籍を負うかどうかっていうところはその後行者にね先行者の行為と結果を利用する意思があったのかないのかっていう そのの主観面ににあの関わっってくることになってるんですよだから客観面では全く同じような事実関係なのにその皇后者の意思の有無によって、えー、それが窃盗の共同制覇にとどまったり強盗罪のね共同制覇になっちゃったりするんだけどそこはちょっとおかしいんじゃないかって話になってくるの、ね、でそこで、えー、この次のところですねこれが因果的共犯論からの説明なんですけどこれね意思の方を見ないんですね。まあ ちょっとご紹介していきますと、別の限界の一つとして、共同戦犯の処罰根拠につきまして、因果的共犯論。うんまあ、構成要件のね、該当事実の共同弱気っていうね、ふ、え、う、ー、に言うこともできますけど。因果的共犯論に立った上で、えー、高校者が事故の関与以前の先行者の行為に因果性を持つことはありえないんですが。ただ、関与の時点でね、えー、先行者の行為の効果が継続して存在し、高校者がその効果を利用して。この利用っていうのはね、利用意思は見ません。あの、ここを客観的に判断していくんですよ。因果的共犯論って、あの因果関係の話なんでね、あくまでも客観的に判断していくんで。えー その意思は見ていきません。 まあ、えー、効果を利用して、えー、先行者と共同して違法結果をね実現した場合に当該結果邪気について因果性を及ぼしたものとしてね、ねま承継で共同制犯として、えー、共同いや60条が最終的な根拠になりますけど承継で共同制犯として60条の共同制犯の財績を,を全部責任負をという見解がありますね、でこれがねあの平成24年の次のページでご紹介する最高裁のね、まあ、判例の千葉裁判官の補足意見に整合しますね、こんな感じのことをまあ言ってるんですけどね。でこれ利用ってて言葉書いああるんだけどあの 利用意思はあまり重視しませんので気をつけてください、あくまでも因果的共犯論からいった場合はあの客観的に見ていくんですよ、だからもう客観面で同じような事例だったら、もうそれ常にあの強盗の消極的共同性になってきます、その結局利用する意思があったかどうかというところであの結論分かれませんのでね、ね因果性というのはあくまでも客観的に決まってきますからね、あのほら、因果関係のところを勉強しますよね、今日はまはテーマじゃないからやんないですけど、皆さん危険の現実仮説を取っている人多いと思うんだけど、あれ別に視観面見ないでしょ、もう客観的に見ていきますよね、あれと同じなんです、そこのところね。 でちなみにというところなんだけどもう最後の段落ちなみに、えー、平成28年の司、ね、法試験の論文試験の、まあ、取材の趣旨にはです、ねまあ、中間説のうち積極利用説の紹介もされていました、まあ、積極利用説とか全面否定説からの事例処理方法を結構、ね、丁寧に紹介してくれてたんですけどただ、ね、最後に苦ぎを刺されてましたね近似平成24年の最高裁決定があることからこれを意識して論述することが望ましいとでこの段階で、ね、おそらく予備校の教材が結構あの積極利用説の論書が多かったので私のテキストもちょっと古いあの何年か前のやつは結構積極利用説 の方からまあ説明したんですけど、まあ、やっぱりこういうこと書かれちゃうとねあのやっぱり判例踏まえてやった方がいいってことでまあ今の因果的評判論からの,あの説明をねまあ去年去年あたりからも本格的にあの全部判例の見解に合わせてねあの説明するようにはしてるんですけど、まあ、こんなこと書かれてますのでだから皆さん過去の再現答は見た時に結構積極利用説で書かれていることを当案目にするとは思うんだけど、まあ、やんない方がいいです取 <laughs> 材の人にこうて書かれてるからやっぱり因果的評判論、ね、平成24年判例踏まえて、まあ、今後は書いていった方がいいと思いますね、まあ、実際再現答は見るとね結構積極利用説で書いてる人もまあ多い いいのかもしれませんけどね今後は判例踏まえてやっていくようにしていきましょう。で今度、次ですねちょっと判例をじゃあご紹介していきます。因果的基本判論を採用したと考えられる最高裁の、ね、平成24年決定、ですねこれは傷害罪の事案なんですよ。まず先行者がまあ障害あの暴行してね、ね傷害結果発生させました。後行者がまあそういう状態にあることを認識して先行者と今度またねつるんで,でさらに暴行を加えてさらに傷害結果を発生させたんですよ。で高校者がね あのまあ、当たり前の話ですけどその自らやった、ねえー、暴行から生じた傷害結果について普通に責任を負うのは、まあ、当たり前なんですけどその先行者が、ねえー、した暴行から生じた傷害結果についてまで消、ね、去的共同制犯として一部事故全部責任で、ね、共同制犯の在籍を負うのかということが問題にされました。で結論やっぱり障害のの事案っていうのは どんなに、あのーまあ、頑張って考えてもやっぱ高校者がね先行者の暴行から生じた障害結果について因果性をほぐすことはありえないんですよねですので、えー、的共同制の成立を指定してま,すまあこちら見てください今ね事例はの今私口でしゃべっちゃったんで、えー、最高裁はっていう段落から見てくださいね1個目のブロックの2段落目です最高裁は被告人は共謀をた前にね A らがにに生じさせてていいた障害結果については被告人の共謀及びそれに基づく行為がこれと因果関係を有することはないから,だから利用意思とか一切見てませんから利用意思があったかどうかってことは見てません実際にはね意思があったんですよまあ先行者がもう先に被害者のことをまあ暴行していたからねまあその弱っているところそれに乗じてまあ加わってるんだけどそういうところを見てないんですよね因果的共犯論というのはねまあ因果関係を有することはないから障害罪の共同正犯としての責任を負うことはなくね共謀を果たものの障害を引き起こすに足りる暴行 によってシーラの障害の発生にね寄与したことについてのね障害罪の共同戦案だから結局高校行為についてだけ共同戦犯を追うんだということになってますだから障害の事例の場合はまあしょうがないでしょうね強盗の事案と違ってねあのまあ絶対に結果あの因果の及ぼすことができませんのでまあ、障害の結果の場合はもうダメなんですここのところね、えー、で今度次のところです千葉裁判官の補足意見なんですけども証刑、えー、的共同正犯において高校者がね共同正犯としての責任を負荷についてはあのね この判例の補足言いでこういうこと言ってます。強盗とか強殺とか詐欺など要はあの。 客観面でほら複数の行為が予定されている犯罪ね、ね強盗だったらまず財物奪取に向けてね犯行を予圧するに足りる程度の暴行を脅迫して、でその予圧されている人から意思に反して財物,奪いますよ、ね、財物を奪うという行為をやりますよね、それから恐喝で言えば、まあ、同じように財物奪取に向けて暴行を脅迫するんですけど、まあ、犯行を予圧するに足りる程度まで行っちゃうとねそれ強盗になっちゃいますけど、そうじゃなくて、まあ、そこまで至らず、相手を遺付さ,させるに足りる程度の暴行または脅迫をして、でその遺付状態の被害者からその意思に反して財物の線を奪うと、ね、それは強喝罪になりますよね。 客観面で複数の行為があります、この強盗も恐喝も、あと詐欺だったら、やっぱそのだ財物のね、占、え、有、ー、移転に向けた、欺く行為をして、錯誤に陥った被害者からあ、その財物の交付を受ける行為をしますけど、やっぱその客観面で複数の行為が予定されてます、傷害罪というのは一発なんですよ、まあ、暴行して相手怪我させて、もう終わりなんですけど、えー、それと違って、この強盗罪とか強、恐喝とか詐欺みたいにね、えー、その客観面で複数の行為がね、公正要,件要素として予定されてるものに関しては、こうやって考えていきます。 もう1行目の終わりから2行目にかけてね、えー、強盗恐喝詐欺などの在籍を忘れる場合には共謀破綻前の先行者の行為の効果を利用することによって犯罪の結果、でちょっと括弧書きで私が中央を入れておきましたここでいう犯罪の結果っていうのは、ね、強盗の結果のことを襲っていうことがあるんですよ。 あと強欺の結果のことを詐っということがあります。で詐欺の結果のことを詐っということがあるんですけど結局犯行抑圧状態の被害者から医師に反して財物奪うという点で合取の結果について因果性を及ぼしたあるいはねその,過種の結果あるいは詐取の結果に因果性を及ぼしたというふうに言うことが可能だというわけです。というわけで、ね、犯罪の結果 合手、葛手、ね、左、え、手、ー、という犯罪の結果について因果関係を持ち犯罪が成立する場合がありうるので証刑力共同罪の成立を認め得るだろうが少なくとも傷害罪についてはこのような因果関係が認め難いということになってますね。でこれ、かっこがてもこと千葉裁判官の補足意見なんだけどこの丸い格好は、ね、あの元の格好です。ばたは私が勝手に入れてるなんだけどねでの中、えー、先行者による暴行障害が単に後行者の暴行の動機や契機になることがあるにすぎない。これは動機の問題なんだってことね 要は利用意思のところは見てないんですよね、ここのところね、えー、共同制覇、実際はなんか利用したような意思があった事案なんだけど、そんなのは動機に過ぎなくて、犯罪の要件とは関係ないんだという話になってきます。というわけで、証拠で共同制の成立を認め得る場合には容易に想定しがたいという形で、ね、障害の事例ではありえないんだと、えー、認めがたいんだということを言っています。 でここ難しいですよね、あの多分ね、慣れてない人、この千葉裁判官の補足意見、難しいと思うんですよ。なんで、このね、合種合手・差しってというところに因果性を及ぼしえんのか、障害にはそういう因果性がなくてね、因果性を及ぼしえなくて、えー、強盗や恐喝、えー、詐欺には及ぼしえんのか、でここね、ある意味、技巧的なんです、説明が。だから難しいんだと思います。で、この技巧的な説明を許さないのは否定説なんですよ。多分理論を貫くと、否定説なんだと思います。で、結構、学者で有名な先生も否定説なんですよね。やっぱここのところは技巧的でね、えーまあ、否定説取ってる方も結構います。 なのでここのところでどうしても納得できなかったら判例を批判して否、まあ、定説でしょうねあるいは受験対策上ねこんなところでもうなかなかやりたくないって言ったら、まあ、これはこういう見解だってことをね、まあ、納得して試験対策上、まあ、割り切ってねこれで書いていくということになってきますね。でポイントはでもいずれにしろあのその利用意思っていうのは見ませんので。 そこのところは共通してます。あの因果的共犯論からね、えー、行く場合はその利用意思の有無によっては変わりません。まあ単に動機に過ぎないんですよ。そこのところね高校を加担したその動機に過ぎず、えー、その犯罪と構成訳には関係ないということになってきます。ここがね一番難しいところ。受験生は多分ここまで引っかかりますからね。だからここはあの納得できるまでよくあの復習しておいてくださいね。まあ非常に技合法的な説明。本来は多分否定説が理論、えー、的なんですよ。 でそれをちょっと技巧的に言うと、まあ、こういう、ねえー、中間説の説明ができるんだって話になってますね。ね私は受験対策上、まあ、私も答案書いてますけどね矢島の論文あの完成構造でね、まあ、一応、判例の見解で合わせてあの書けるところを判例で書いてるんで私は中間説でまあ書いております。まあ、そんな感じのところねさて でねあの,このちなみに24年決定って実は否定説なのか消滅的共同裁判の否定説なのか肯定説なのかは実は違いわ分かんないっていううに言われてたんですが千葉裁判官の補足意見によってそれでまあ中間説だっていうあうにあの、ねえー、推測されてたんだけどその後、最後の僕ちょっとちっちゃい時なんですけど平成29年のね最高裁決定で明らかに中間説あの詐欺の事案なんですけれども欺く行為に関与してなかったんだけどその後のねその錯誤に陥った人から財物受領した人にあの詐欺の、まあ、未遂の事 だったんで詐欺未遂で終わっちゃったんですけど、えー、それで、ねえー、共同正犯、うんうん、認めたあの判例が出てきたんですね。ねですので、まあ、今、最高裁は、ね、中間説否定説じゃなくて中間説取っているところこあが確定されておりますね。こ、まあ、こんな感じのとこです で11ページのところ、ね、承継的共同税案の答案の書き方なんですけど、これ、最初の事例のところ、これはの強盗の事案です、要はあの先行者が、ね、財物雑誌に向けて暴行を脅迫して、犯行汚活状態に、ね、相手を陥らせてで、その後、おその後行者が意思連絡して、財物雑誌行為に、ね、加担したとい,いうものなんですけど、まあ、例えばこんなふうに書くことができますよということで、まずね、縦一項の在籍、えー、このね、先行者、要はもうすべての犯罪行為に関わっている人はあっさり書きます、あのこういう承継的共同税案が問題となるときは、ね、あっさり書きます。でいくと、えー、公は財 暴行を拒をして部位の犯行を抑圧した上でね、財物を奪っているため、まあ、強盗罪が成立する、これぐらいの感じでやっていくのね、メインはあの後ろの方になりますのでね、であと、甲の強盗罪は口実の通り、オツと共同制覇になる、60条、230、61項こんな感じで簡単にまあ指摘しておきますね。で今度、オツの在籍、こっちがメインになります。こちらをね、中心に書くようにしますね。で括弧1 おつの強盗罪の共同制案が成立するかを検討する、こうやって、ね、問題提起しちゃうとい,いいと思いますね、おつに共同犯の、えー、強盗罪の共同制案が成立するかどうかを検討するということ、結論を先出して問題提起すると、なかなかぐずぐずね、えー、変な文章にならなくていいと思います、でそこでね、えー、共同制案の処罰根拠ね、まあ、60条のて最初に入れておけばよかったかな、60条の共同制案の処罰根拠は、構成要件該当事実の共同ジャッキに求められ、ね、共同ジャッキによる共同制案が成立しには、とにかくこの要件を出したいわけ、丸1犯罪の共謀、丸2性反、えー、丸3共謀に基づく実行行為ね。 これを丁寧な論証はねあのさっき共謀共同宣言のところ、ね、もうちょっと詳しいのやりましたけどね、えー、これでちょっと雑に書いてあります。で本も見ると当てはめ オッツは公と共謀の上で、これまず丸一ね共謀あるででしょ共謀の上で自らも利益を得たい、これ、正反意志ね、正反性の主観面、正反意志自ら利益も得たいと思い、部位から財物の占有を奪っており、ねで自己行為やっちゃってるから、客観面で重大な寄与してるのは当然なんですよ、自己行為してる人がね、当然、重大な寄与してますので、部位から財物の占有を奪っており、正反意志と重要な役割に基礎付けられた正反性が認められるためね、少なくともえ共謀後の財物奪取行為ね、窃盗については、一から丸三の要件、全部満たす。 でまあ、共同性犯が成立することは間違いありませんでここで問題になるのはねじゃあ強盗罪の証徴で共同性犯としてねもう共同性犯の在籍をっちゃうのかどうかというところが問題になりますでここで中間説を取るんであればここであのさっきの論書をしますこの「い」のところがそうなんですよここが中間説の論書になります、えー、共同性犯の一部実行全部責任の根拠は共同性犯者各人がね相互に意思連絡して結果に対して因果性を覚えしたところに求められると因果的共犯論です の、えー、因果性を持つ行為が、ね、必要で先行者の実行行為の途中から加担した高校者は事故の行為と因果性がない先行者の行為によりもたらせた結果については責任を負わないと最もっともここね原則例外という構造にはなってないから気をつけてくださいねもう因果性を持ちえない要はほら障害についてはもう絶対に因果性を及ぼしてないわけでしょ判例の見解からしたらだからこれは原則も例外もないんですよとにかくもうとにかく因果性を持ちえないものに関しては絶対に消滅的共同宣言が成立しないですでも言い方変えれば因果性を持ちえるものに関しては共同宣言 がすするっていう話なんですよねだから原則例外とかで書かないでくださいねここのところね別に原則も例外もないですここは筋を貫いてますからね。 というわけでもう一回、不字のところね、自らの行為と因果性がない、先行者の行為にもたらせた結果についても責任はない、だから障害の場合は絶対にあの承継で共同罪はなりませんさっきの判例と同じね、24年の、もっとも複数の行為が結合した犯罪である強盗罪、詐欺とか恐喝にも応用できますけどね、ま複数の行為が結合した犯罪である強盗罪については、先行者がすでに強盗目的で被害者に暴行を脅迫した犯行用化状態にしている状態でね、凶暴の上高校者が財物の奪取に加担すれば、暴行脅迫により犯行を犯された状態の被害者から財物を、ほら、合手。 合紙の結果に因果性を持ちうるんだってことねでもさっきのとおりこれすごく技巧的だから <laughs> だからこれが嫌だと思ったら判例批判して否定説ですからねでも,まあもう割り切ってねもうこうやって書くっていう,うに決めたらもうこの見解で書くと、まあ、因果性を持つに至ると考えるしたがって高校者は、ね、生をね承継共同制案して強盗罪の共同性の在籍をと考えるここが規範になります。で 当てはめは簡単なんです。あの、この見解立つと、利用意思の有無を見ないからね。あの、積極利用説と違って。利用意思の有無を見ないから、要は強盗、客観的にこういう事例であれば、もう自動的に当てはめも、もう承継で共同詐欺になっちゃいますから。当てはめは軽くでいいんです。この。見解取った場合はね。積極利用説を取った場合は、あの、その利用意思の有無を結構認定するんですけど、それをやらなくていいです。この因果的共犯の場合はね。で、有のところです。乙は、甲と共謀の上、甲の暴行脅迫により、犯行抑圧された部位からね。財物を奪っているので、甲による合資の結果に因果性を及ぼたと言えるためね。承継で共同詐として。 で共同財の共同債はまあ今今は60条ね、えー、共同債の在籍をこね一部実行全部責任ってことで、えー、全部責任を負いますよということになってきます。まあ書き方の一例でした。さてじゃこれで承継的共同債の終わりにしまして、えー、今度はね12ページ共犯からの離脱というところに行きましょう。 ちょっとね消極的共同戦は結構大変だったと思うんですけどあの一番難しいところだと思います受験生が、ね、理解するのねあとあれかな今日やったところだと完全制覇のところであの、まあ、実行行為説とか行為支配説とか結果の実現過程支配説プラスさらに実行の着手ってところを見ていかなければいけないところそこの構造の理解も結構受験生難しいだ意外と今日ね大変なことやってますからこんな短い時間でね、えー、まあさらってやってますけど結構大変なことをやってますねでも安心してください難しい話は全部終わりましたこの後ね共犯化の離脱これそんな難しくないしあと最後に取り扱うあの 後半と身分ね、六十五条、お話ししていきますけど、それもそんなに難しくないです。だけど、まあ、大変なところ終わりましたので、あとは、まあ、気楽にやっていきましょう。じゃあ、共犯化の離脱のところですね。まあ、こういうの詳しいのはね、矢島の促進プッ講座の方で、まあ、詳しくやっていきますけどね。まあ、とりあえず、今日は、えー、軽めに、まあ、やっていきます。まあ、まずね、共犯化のやつ、十二ページ、矢印のところです。共犯化の離脱ですね、えー。それはどういうものかと言いますと、一行目の途中。えー、犯罪事実の共謀をしたものの、犯罪が既遂に至る前にね。 範囲を放棄して共犯関係からまあ離脱するんですよ。ただね、その後まあ他の共犯者がまあ結局ね。自己行為続けて、まあいくような、まあそういう事案になります。で、大きくですね、あのこのね。共犯のからの離脱はこの下、あ、二つあるようにね。着手前の離脱と着手後の離脱とで、ちょっとあの法律効果が違うので。これを区別していきます。で、まずね。着手前の離脱が認められた場合の効果。 なんですけど、結論からするとね、犯罪不成立で一切ね、未遂の財積は終わなくなりますね。ただあの予備行為に関わって予備罪処罰規定がある犯罪だとあの予備罪のね、まあ財積をまあ追うんですけどね。でも予備罪の処罰規定もなければ、まあ,あの未遂すら成立しない。で犯罪不可罰、犯罪不成立で不可罰でま終わると、まあ、そういう事案になってますで。ちょっと見ていきましょう。着手命令出すが認められますとね、その後効果。 なんですけど法律効果としては離脱者は離脱後の、ね、他の共犯者の行為について責任を負わないことになりまして、まあ、他の共犯者がそのまま実、ね、行行為を続けていたとしても要はもう責任を負いませんので、ねえー、未遂犯の在籍を負わず、ねえー、犯罪不成立不可罰となっていくということ、ねまあ、ただ離脱前にまあ予備行為をしてかつう予備処罰規定が、ね、ある場合、えー、強盗殺人 通貨偽造の、ね、準備とかいろいろありますけどね、まあ、そういうのが当たるんであれば予備罪の在籍を追うということになってきますねで今度次着手後の離脱の法律効果なんですけれどもこちらはねあのもう実行の着手をしちゃってますので少なくてもねもう未遂の範囲で共同制覇の在籍は追わざるを得ないんですよもう実行着手しちゃってますのでね未遂の範囲で、えー、共同制覇の在籍を追うのは避けられませんだけどその後離脱した後にに、まあ他の共犯者がそのまま実行続けて、まあ、起訴結果発生させたとしても起訴の在籍までは追わない だから結論としては未遂の在籍にとどまるということになってきます。というわけで、着手前の離脱、あの法律効果をまず押さえていてくださいね、なんでこれ区別するかというと、法律効果が違うからということになってきますね、着手前の離脱だと、まあ、未遂すら成立しないと、予備罪処罰規定があるときは、ねまあ、予備で処罰されるよとで、着手後の離脱の場合は未遂にとどまる、仮に起水結果が、ね、生じたとしても、未遂の在籍にとどまる、未遂の共同制判の在籍にとどまるということになってきます。 で13ページですねで実際のあの規範ね事例の処理の、えー、する時にま使う法律構成なんですけども考え方の概要ですまあ今日の通説はかつての多数説のようにあの昔のね本はね着手前の離脱と着手後の離脱を区別していたんですよであのまあ、一番下のおまけってところでまあちょっとちょっとこのおまけのところやりませんけどおまけのところにあるようにね着手のに 着手前の離脱だと、このおまけの2行目のところにあるんですけど、離脱の一生目とね、残りのまあ共犯者の了承があればまあ離脱されるみたいな感じでねで、着手後の離脱は、結果発生防止のまあなんか真摯な努力とかさ、積極的な措置を取ることだとかっていうふうに言われてたんですけど、今はね、こういうふうに単純には考えていきません、判例もこういう見解取ってないっていわれてますね、かつてあのこういう見解だったんじゃないかって分析されてた時代もあるんですけどね、最近、判例積み重ねられてきてね、こんな単純には見てないなと、学生もあのこんな単純な見解取ってる人は今いませんので、 もしあの皆さんの方で古い本を、えー、お使いの人で、えー、こういう見解でな,んかなってたらねちょっとやめた方がいいのかなというふうに思いますね少なくとも今あのちょっとこういう見解は流行ってませんので、えー、気をつけておいてください。じゃあどうやって考えていくかっていいますとやっぱ因果的思考反論からなんでそのね 因果性を除去したかかどうかそこでは見ていきますね離脱が認められるかどうかというのは、ねえー、結果へと向かって、ね、流れているまあ因果あがあるわけですけどねその因果の流れを断ち切ったかどうかというところで見ていきます、単純に言って、ね、だから着手前の離脱と着手後の離脱を区別しないんですよ、かつての見解のようにね、えー、その単純化していかないでね、えー、結局、その因果の流れをね結果に向かってまあ因果の流れが進んでいくわけですけどその因果の流れを断ち切ったかどうかというそれを規範にしてであとは具体的な事実をあの評価して当てはめて頑張っていくというふうにやってきます。まあ がで共犯論からだとねそういう点か、えー、説明していくとやりやすいと思いますねじゃあちょっと見てきますね、えー、考え方の概要ということです、えー、2行目からかなまあ,あ共同戦の処罰根拠につきですみませんこれちょっとね難しい字で書いちゃったから後で簡単にあの矢島の即死インプットの時までにもうちょっと簡単にしておきますけど共同正犯の処罰根拠につきね要は簡単に言うと行為と が、の因果性に求めるね。そういう因果的反論なんですけど、まあ、そういう因果的反論に立った上でえー、共犯からの離脱が認められるかは離脱行為によってね。で、4行目、残りの共犯者の行為及び結果との間の心理的、物理的な因果性が切断されたから、否かという基準で見ていきます。だからこれが規範なんですよ。因果性が切断されたかどうかというところだけでもう見ていきます。で、この次ね。当てはめですけど、因果性の切断がどういう時に認められるかということについては、えー 凶暴関係によりね、作出された心理的因果性や物理的因果性を切断するだけの行為をしたか否かってことをね。もう事例ごとにもう見ていくということになってきます。例えば、犯行のためのね。資金や道具や情報などを提供していたときは、これはあの物理的な因果性をね。及ぼしちゃってますので、こういう時あのどういうことをすれば、物理的因果性を除去することができますか？って言ったら当たり前だけどね。あの提供した道具とか回収しな,しなければいけませんよね。というわけで。 それを回収するなどね結果発生防止のための必要な措置をねえすることで物理的因果性が切断されてで共犯からの離脱が認められるんだということになります。あとはね資金や道具の提供がなく心理的因果性のみを応用していた事案例えばなんかあヤクザの親分みたいなのがねその部下の人に対してあいつ殺してこいみたいな感じでね心理的な因果性を与えていたような時はですねえ着手前の時点であればまあ離脱の一生命と他の共犯者の了承があれば因果性が切断され うるんですけどただ、もっともね、えー、因果性が切断されたかは事案ごとに具体的に判断しなければいけなくてね、えー、そういう事案でも、次の業の、もっともの次の業のところですけど、共犯者間で、今言ったような、そのヤクザの親分みたいな人だけどね、えー、共犯者間で強い、立場にある者がね、共謀主導して、強い精神的因果性を及ぼしたと、えー、いうような時は、それはね、そういう人が、まあ、ちょっともう今から俺はもうここに関わらないことにするからって言ってさ、でそれで、えー、古文の方がね、分かりました、承知いたし,やしたみたいなことを言ってね、えー、それでなんか因果性が切断されたって、まあ、ちょっとね、えー、おかしいですから。 えー、そういう場合は、やっぱり因果性を切断する具体的な措置を、ね、取らなければいけない、例えばヤクザの親分が一回部下を全員招集させて、この前ああいうこと言ったけども、これ絶対やっちゃだめだよ、これは別にあのお笑い芸人のふりじゃないからな、絶対にやるなのふりじゃないぞ、本当にやっちゃだめだぞってことをね、真剣にまあ言わなければいけないわけですよね、まあ、それぐらいのことをしないといけないってことになってくると思います。 だ要はね、あのまあ、丸暗記じゃなくて、もう自分で考えていくんですよ、因果性を切断したかどうか、物理的な因果性、精神的な因果性を及ぼしていたかどうかということを、ちゃんとまあ事実認定して、皆さんのほうでね、問題文の実下に認定してで、そうした因果性を切断するに値するだけのことをやってるかどうかということをね、具体的に見ていくということになってきます。まあ、今後はこういうふうにねあの、書いていった方がいいと思いますね、昔みたいにね、着手前と着手後で、こうね、形式的に区別するんじゃなくて、こういうふうにやっていってもらえればと思いますね。で、論証例、見てください。 えまあ共同性犯罪の一部実行全部責任の根拠は共同性犯者各人が相互に意思連絡をしてね結果に対し物理的、心理的因果性を及ぼしたところに求められるんですよとそこで、えー、一度及ぼした因果性をね完全に切断してたと認められるときは共犯からの離脱が認められその後他の共犯者が実行した犯罪につき責任はないんだとこれだけ論証はであとはら法律効果は前のページで確認した通りね着手前の離脱だったらまあ予備罪の処罰規定があれば別ですけどあの基本未遂すら成立しないということになってきます。 提示させられていたとしても、まあ未遂の共同正犯にとどまるんだということになってきますね。だから論争自体これ、えー、簡単な形で抑えていくといいと思いますね。で、まあ判例ちょっと一つご紹介しておきましょうか。十四ページのところですね。判例、着手後の離脱の公費が問題となった事案で、えー、まあ A と B で共同してね、まあ被害者 V をまあ暴行していたところ、A が折れ返ると言ってね、えー、その場を立ち去った後。 まあ残った B がね V に暴行を続けて V を死亡させたという場合にですね V の死因が AB いずれの行為から生じたのかが不明だったという事案の下でねこれ仮に共同制犯が認められるんだったらあの着離脱が認められなかったら普通に傷害致罪のあ殺意がないこと前提ですけどねえ殺意がなければ傷害致罪のまあ共同制犯ということになるんでしょうけどまあ最高裁は A が帰った時点では B においてはなお制裁を加える恐れが消滅していなかったのに A において確別これを防止する措置を講ずることなくね 成り行きに任せて現場を立ち去ったに過ぎないのであるから,からまあ実際、丁寧に言えばさもうすでにあの結果に向けての因果の流れがもう進んでるんだというようなことをちゃんと認定していくんでしょうけどね、確、えー、別これを防衛する措置が講、ね、ずることなく成り行きに任せて現場を立ち去ったに過ぎないのであるから B との間の当初の共謀関係が解消したということはできず、ね、その後の B の暴行も A と B の共謀に基づくものと認められるのが相当だと。 ということで,でこれで離脱認めないで傷、ね、害致死罪の共同制判の成立をまあ認めておりますね。でこれちなみにあの離脱が認められると実はこの判例にあるとおりその要はあの共同制判で3要建設を取,る取ったとするじゃないですかそのときに3つ目の要件が共謀に基づく実行行為というのがありますけどこの離脱が認められると共謀に基づく実行行為がないということになってね そのリラースが認められた後ねえは強暴にもつく実行行為がないとなのでその。 基づく実行行為は例えば未遂の段階でまあ基づく実行行為があれば未遂の共同制の在籍を言いますけど治水のところの行為に直接影響するところに関して基づく実行行為がないってことになると、まああのまあ、離脱、ね、の効果としてはその未遂の共同制にとどまるんだってことになってきますね。なので共同制の3要件との関係では基づく実行行為のところとの関係でこれ論点になりますからねだから、まあ、答案書くときはそういう構図が分かってるとあの、まあ、理論的な文章が書けるんだというふうに思いますね。 さてじゃあ最後のテーマは、ね、65条1項,あの、まあ、65 1項と2項、ね、共犯と身分というところをやっていきましょう。で括弧1のところですけれども、まあ、65条1項は、ね、犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加工したときは身分のないものでもまあ共犯とするというふうに規定されていますで。65条1項は、ねまあ、犯人に一定の身分がなければ成立しない申請身分案に身分がないものが加工、ねえー、した場合。 に身分のないものにもね、親身身分犯の共犯が成立することを認めているということになってきますね。でちなみにその申請身分犯というのは何なのかというと、この二個目のブロックのね例のところです。まあ分かりやすい例としては、収賄罪ね。これあの公務員じゃなければダメです。あの賄賂を受けておんのかね、えー、まあ公務員じゃないといけないんですけどね。まあ収賄罪。あと配任罪もね、他人のための事務処理者っていうあの身分があ,ある人じゃないと成立しません。えー、それからオールドオ罪ね、まあ他人の物の占有者。 でなければ整理しませんそれから偽証罪ね、ねこれはちょっと細かいかもしれないまあ担当試験で出ますけどね、ね、まあ、法律によりまあ宣誓した証人という形で、まあ、一定の身分がないとねあのこう犯罪が成立しないものがあるんですけど、こういうのをね申請身分犯というふうに言ってきます、で逆に言うと、こういう身分がない人が、例えば賄賂らしいものを受け取っても、基本的にはあその収賄罪にはなんないはずなんですよ。ただこののちょっとねその処理をしていきます でこの次のブロック3つ目のところなんですけども65条の、ね、身分判の身分の意義なんですけど、まあ、これ判例で一応担当者すみませんこれねあの三角白抜きの三角なんですけどこれ後でねあの白丸に押さえておいてください、まあ、一応ちょっとね身分の,あの定義ぐらいねガチガチに暗記しなくてもいいんですけど、まあ、ちょっとこうね黒丸ぐらあの黒丸に塗りつぶさなくてもいいですけどね、まあ、白丸ぐらいでちょっとこう理解をねしておいてもらえればと思うんですね黒丸はちゃんと理解した上でもうしっかりと記憶しないといけないところ。 白丸のところはね、まあ、ガチガチに記憶もしなくていいけどね、記憶までしなくていいけど、まあ、ちゃんと理解しておいてほしいところなんですけどねで、これね、男女の性別、内外国人の別、親族関係、公務員たる資格のような関係のみに限らず、で広いんですよ、すべて一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位、または状態、あの次のページでね、あの営利目的の麻薬入罪の営利目的なんかもこういう身分に入るんだっいうにわれてますけど、次のページまでやりますけどね、65条2項のところでも改めてご紹介しますけど、まあ、そんな感じで、非常にここでいう身分といのは広く捉えられております。 でこの次の次、ねえー、4つ目のブロックのところなんですけどかつてはというところなんですけどもかつてはです、ね、申請未分判については身分のあるものしか正判になり得ないんだということで、えー、65条1項は協、ね、議、えー、の共犯のみに適用されて要は共同正判、要は身分のない人が正判になることはないでしょという理屈なんですよ。まあ、今こういう見解を取ってないから、あのー、いいんですけど昔は、ね、でも身分のない人が正判になるわけないじゃないか、ねえー、申請未分判について身分がない人が正判になるわけないじゃないかということで。えー 65条がね、えー、共同性内は適用されないというふうに言われてましたでも今適用されています、まあ、しかしですね現在身分のないものであっても身分のあるものと共同して正犯として、えー、法益侵害ができるんだということで65条1項は協議の共犯要は法上犯とか共犯犯に限らずね共同性犯にも適用されるということが一般的に承認されてますね、まあ、これ平成29年の6月の刑法改正前のね強姦、まあ、罪の事案だったんですけどね男の人しかあのこうおかしいない新生身分犯、うん、だったんですけどね今あの強制性交渉罪ということで男女問わずあの処罰されるようになりましたけどまあ この、ね、昔の男の人だけが処罰された事案でも、えー、この、ね、共同戦犯65条1項を使って、えー、認めていた時代がありました。で今も、ね、この立場があの、まあ、犯罪自体はこの犯罪なくなってますけどねこういうあの考え方は今でも通用してますね。ね、えー、というわけで65条は共同戦犯にも使えるということになってます。 だから、あの、例えば、ほら、公務員の身分がない人が、まあ、正反性持ってね、正反意思持って。それで公務員と、まあ、一緒にグルになって、賄を受け取っちゃうと。まあ、収賄罪の共同制覇になると、六十五条一項でね、収賄罪の共同制覇になってくるということになってきますね。で、今度、括弧に、十六ページの方ですね、括弧に六十五条二項です。 えー、65条2項は、ね、身分によって特に刑の傾聴があるときは身分のないものにも、ね、通常の刑を科するというふうに規定しています。これにより身分によって特に刑の傾聴がある不審性身分犯に身分がないものが格好したときは、ね、身分のないものには65条2項により通常の刑が科せられると。いわゆる一定の身分を持つことによって刑、ね、が加重されたりするものがあるんですけどねそういうものに関してはあ身分のない人については、ね、65条2項でまあ通常の刑が科せられるということになってきますね。でこれが次のブ 身分のことを不審性身分犯というふうに言っていくんですけど、不審性身分というふうに言っていくんですけども、身分がなくてもね、犯罪が成立するが、身分の有無が刑の傾聴に影響する、そういう犯罪ね、それを不審性身分犯というふうに言っていきます。加減的身分,身分というふうに言うこともありますね。で、その典型的がこの下、常習賭博罪における常習者という身分がね、普通の常習性がない人の賭博罪と比べてちょっとうまく処罰されるようになってますね、常習賭博罪。それから、保護責任者遺棄罪ね、これは単なる単純な遺棄罪と比べて、保護責任者っていう 身分を持っていると,ちょっと通常の遺材と比べてあの重く、ね、法定刑があ規定されていますので、ねえー、こういうのが不審性身分判の典型的な例になってきます。 で、この下のところですけど、あの麻薬の密輸の罪っていうのはね。営利目的があるときとないときとで、あの法定刑が違うんですよ。で、これも65条の2項のね、えー、この不審性身分に当たるんだという趣旨のことを言ってる判例がありますね。まあ、これは知識ちょっとした知識ですね。担当試験の中で出ると思いますんでね。さてで今度17ページです。で、ここからがまあ論文でね。使うところになりますけど、65条1項と2項の関係。 とというところをよく整理してておいいいいもらいたいと思いますねでこれについては、まず、ね、このあの矢印のところですけど、えー、条文の文言から65条1項は申請未分派の共犯についての成立とかけ、2項は不新選未分派の共犯の成立とかけを規定するものだというふうに考えられています。あの理由はあとで言いますけどね、ねこれ結論です。で判例は、ね、この立場に立っていますで。担当試験対策としては判例がこの立場に立っていることをまず、ね、押さえておかないといけないんですね。で例えばこの下、えー、公務員 A の、ね、収賄罪要は申請身分犯に公務員でない要は身分がない、ね、B が加工した場合はその身分のない B には65条1項により収賄罪の共犯が成立しその刑が課せられるということになっています。 で正反性があれば共同正反だし、まあ、正反性がなければ、ね、そのやった行為の対応に応じて共産犯になったりほう助犯になったり、まあ、してくることになってきますね。まあ、これあえてぼやかしてだから共犯ってやってます、まあ、正反性の有無で、ね、共同正犯になったり共産法上犯、ほう助犯になったりしますので、ね、あえて共犯という形でちょっとこう抽象的に書いてあります。で今度次の例の例とこですね保護責任者遺棄罪 まあ不審性身分派ですけれどもそこに保護者でない、ね、非身分者が確保した場合は非身分者には今度ね不審性身分なんであの2項使ってきますね65条2項により身分のない人は普通に単純域罪になりますから単純域罪の共犯が成立してその、ね、刑も単純域罪の刑が課せられるということになってきます。とというわけでで例の立場でいくと 特にね、まあ、1項の場合当たり前なんだけど2項の場合ねその非意分社について成立する罪名とその家計の,その、ねえー、基準となる罪名が一緒なんですよ、まあ、単純域義罪を基準に成立と家計がされていくというところがポイントになりますね次のページであの担当対策であの有力な学説ちょっとご紹介するんですけどそれはねあのここが不一致出ちゃうんですけどね判例はこのね、えー、その成立罪名と家計のところが一致するということになってますねで論文試験はとりあえずこれで書ければ大丈夫ですからで担当対策はねあのやっぱいろんな見解して してないとダメなんですね。まあよくいろいろ出てますんでね。でこの次。 えー、理由のところですけどあの結論からするとあのこれね論証するのはあのこれ文言上そう読めるっていうのがもう一番の理由なんですよこの判例の立場っていうのはもう65条1項と2項の文言を素直に解釈するとこういう結論になるんだという話になってくるの、ねまあちょっとその下の理由65条は文言からすればね1項の犯人の身分によって構成すべき犯罪とは申請未分犯を意味し身分のないものでも、ね、共犯とするとは身分のないものが申請未分犯に加工した時はね身分のないものにも申請未分犯の共犯と成立する。 と書きを認めるとみうのがもう素直、文言上こうみんなが素直。一項を差を解釈するとの関係で、まあ二項はもう。不自身身分範についてのね、成立書きを定めたものというように考えていくんだ。そんな感じなんですよ。 1>, 1項を解釈するとの関係でね2項は不信せん身分案の成立を掛けを規定したものという,ふうに見てい,こう,という,ふうにね、えー、見ていきますでいちいち、ね、あの論文試験でこんななかなか書けませんから反例の立場で書くならこの下の論証例の通りねもう理由はこの1行目のこの太字のとこですけど文言を素直に解釈しだけでもう大丈夫ですからあのここのところごちゃごちゃってもう誰得にもなりませんからね <laughs> あのもうこんなところはねこれぐらいの形でも簡単に論証してね、えー、であと結論です。えー、2行目 えー、その6条条1項は申請未分犯の共犯についての成立と家で2項は、ね、不新生未分犯の共犯の成立と家けを規定したものだというふうに、ね、考え、解すという感じで、ね、こんな感じでやってください。こんなところの理由で、ね、あの勝負があのなかなか決まるような問題は出にくいと思いますので、ねまあ、こんな感じのところにしておいてください。 で、えー、この下、これ、担当対策ですね、最後のブロックね、えー、このね、今の見解についてね、こういう説明の仕方がされることがありますね、最後のブロック、この見解は6時51項は、申請未分法、まあ、かっこ公正的身分についての成立かけの連帯的作用を規定し、2項は、不申請未分法 まあ加減的的分のの成立と家計の個別的作用、ねまあ、要は身分のない人には個別的に身分のない、ね、犯罪の共犯の成立と家計だという趣旨なんでしょうけど、まあ、個別的作用を規定したものと説明されることがありますね、担当対策はこうやってあの、えー、説明されることがあります、でそれに対する批判は、この、えー、最後のところ、線引いてあるところですけど、まあ、なんかそういうふうに、ね、説明する自主的な根拠が明らかじゃないでしょうっていう形で、まあ、批判されますね。 これはねあの本当にあんまり深く考えなくていいです。あの担当試験の時にこういうあのフレーズが出てきますので、まあ、事前に知っていくと、ね、あの問題解く時間短縮につながりますよって話ですね。さて、18ページね、ねこれもあの有力説、あのこれ担当対策です。論文の方はさっきのねあのもう論証例で、反例の立場でささっと書いてくれればいいんですけど、まあ、担当対策としてはこの有力説ちょっとご紹介していきますね。で矢印のところですが、えー 65条1項は共犯の従属性を徹底するためにここが、ね、判例と違ってもう申請未分犯と申請未分犯の、ね、とにかくもう共犯の成立のところこれを1項でもう全部やっちゃうんだともう申請未分犯だろうが不申請未分犯だろうがとにかく共犯の成立のところをもう1項で全部やっちゃうで2項は不申請未分犯の計、ね、要計、身分のない人に関しては2項で、まあ、それなりの、ね、軽い罪を犯してやるという、ねえー、そういうようなあの発想で考えています。ここの例えばっててとこなんですけどあの申請分犯について 身分のない人が加工した場合は、実はこの有力説に立とうが、反例の立場に立とうが、結論が変わらないんですよ。これが一個目の例ですね。え、さっきのね、判例の立場と同じです。公務員への収賄罪、まあ、申請身分犯に公務員でないね、えー、もの B.。えー、前は身分のない B. が加工した場合は、B. には。ほら、上のほ矢印のところと、ちょっとこう照らし合わせてみてください。これ、申請身分犯の事例じゃないですか。だから、まず成立に関しては、一、一項を使っていくんですよ。このね、矢印の一行目のところ。 で家計のところを見るときに別にあのこれ不信正未分犯じゃないから2項適用する必要がないのねだからそのまま1項でその不信正義分犯の共犯成立してで家計も別に2項適用する必要がありませんからそのまま1項根拠に家計もそのね、えー 申請未分判の家計になってくるんだ,だから結論としては判例の立場と変わんないんですよこの申請身分判の事例ではで結論に差が出てくるのはこのね2個目の例になりますあの不申請身分判の事例であの判例の立場と結論が出てきますでこの例のとこですけど保護責任者遺棄罪ね不申請身分判に保護者でない非身分者が加工した場合で上のさ一番上の矢印と照らし合わせながらどういう処理がされるのかってイメージしてくださいよ。まずさ これ判例の立場と違って、不審性身分犯でも、まず一項で共犯の成立認めて,ていくわけなんですよね。だから、身分のない人でも、まず一項で、保護責任者遺棄罪の共犯が成立するんですよ。ただ、そのね、保護者の、保護責任者っていう身分がない人には、さらに二項を適用して、家計だけはね、まあ単純遺棄罪。 のを課すすとというこここになってきますでここが判例とと違うところ、ね、判例はもう不審正身分犯の場合だったら2項しか使わなくてもう成立もね家計もあの共に単純粋罪だったんですけどね、まあ、有力説に立つとここのところが違いが出てくるということになってきますね。でこの、えー、次の理由のところですけども要はねこの判例の立場と違って特にこの不審正身分犯の事例でねあの判例の立場た に立っちゃうと身分になる人とない人とで成立する犯罪の名前が変わっちゃうじゃないですか、保護責任者遺棄罪が成立する人と単純遺棄罪が成立する人で、もこっちの有力説を立つと、とりあえず共犯者に関しては全員同じ罪名が成立するんですよ、賭けはバラバラになっちゃうけどね、不審性身分あるかないかでバラバラになっちゃいますけど、とりあえず成立する罪名が一致することになってきます、そんなことから、この理由のところですね、こうやって言うんですよ。 共犯者間の従属性を徹底すべきただだそれだけ <laughs> なので共犯者間の従属性徹底するためにもあの成立する罪名を合わせようじゃないか共犯者間でバラバラにするんじゃなくて合わせようじゃないかっていうふうに、えー、ところをね重視すると今みたいな考えをしていくことになってきますね。でそれに対して批判のところですけどこの次のところねまあこの見解に言いますとね共犯者間では成立する罪名の不一致がなくなるんだけどただ今度逆に言うとほらあのその不審制身分の人はさその人だけ見るとあの 成立する犯罪罪名と家計の罪名家計の基準となる罪名が今度ここで不一致が出ますよね反例の立場だとそこの不一致がなかったんですよの2項だけで成立と家計、えー、決めてましたからね、えー、でもこちら有力説立つとこの1人の人要は家計的身分を持っている人のところだけを基準にしちゃうと成立する罪名とその家系が不一致になっちゃうここがおかしいじゃないか っていう,ふうに批判がされてまますすだから、まあどどっちもどっちちもなんで反例 <laughs> の,の立場もねえまあこの有力説もまあどっちもどっちそれぞれね難点があるよという話になってきます。というわで、まあ、担当対策はそんな感じで抑えててもらえればと思いますね。でこのその他見解ねこれはほんたまにね担当で出てくるんでねあのもうここは本当にこういうフレーズがあるだけちょっとあのイメージしてもらえればいいいいんですけど「う」のところ「まあ、違法の連帯性責任の個別性」という原則を強調する立場からまあ65条1項はね身分が違法。 にににに関関係係すすすするるる場場合合ついいてのの規規定定項は身分がが責任だという,ふうにする、ね、見解がありますたまに担当試験で、ね、こういうふうに書かれているときがありますね。で、これね、批判を覚えておけばいいです。えー、違法身分と責任身分を区別するのが困難という批判がされてますけど、これだけ覚えておけばね、<laughs> とりあえず担当解けますのでね、まあ、こんな感じのところで、えー、やっておいてください。さて、じゃラスト、えー、19ページですね。 えー、業務上横領罪の場合なんですけどもちょっと60法上の、ね、適用の仕方が変わってるんですよ判例の立場に立った場合ね、えー、そこをご紹介して今日終わりにしますね、まあ、矢印のとこですね、えー、業務上横領罪は業務上事故の占有する他人の物を横、ね、領することで成立する犯罪です。で業務上罪罪は単純応領罪との関係で まあ、業務者という身分があることによって、まあ、ちょっと刑が重くなるんですけどね、えー、単純横領罪はこの下に書いてあるんですけど、まあ、5年以下の懲役、業務上の身分が入っちゃうと10年以下の懲役ということで、ちょっと法定刑が、まあ、多くなりますけれどもねで、2行目、今のところの2行目、業務上横領罪は単純横領罪との関係で、業務者と身分があることによってね、刑が過重、減刑される加減的身分犯であります。で他方 非占有者要は業務上の身分もなければその物のね、えー、その占有者っていう身分もない、えー、そういう非占有者との関係では占有者という身分があることによって初めてその成立する犯罪なんで公正的身分なんですよだからこのね業務上横領罪というちょっと複雑なのね、えー、業務上の身分もなければ占有者っていう他人の物の占有者っていう身分もない人を基準に考えると要はえその少なくてもほら もう占有がない時点で絶対その応領っていう罪は成立しませんんから申請身分犯なでですよねでも単純な占有その他人の物をまあ占有しているんだけどただそれが業務上の身分じゃないっていう人がまあ人のものをね取っちゃうと、えー、それはまあ少なくとも単純横領罪にはなるじゃないですかでも業務上横領罪と比べて刑が軽いんで、えー、この点では不信制身分犯なんですね。というわけで業務上横領罪に関してはその加工する人の立場があこの2つの身分両方ともない業務上の身分もなければ他人の物の占有者の身分もないっていう人が関わった場合と 一応、ね、その他人の物の占有者という身分はあるんだけどそれが業務上の占有ではないんだという人が関わった場合とでちょっと、ね、分けて考えていく人が出てくるんですね。でそれがですねまずね、えー、単なる占有者が業務上の身分者に加工した場合のちょっとね処理の仕方なんですけど、えー、65条の会社に国つき判例の立場に従いますとはいどうですか皆さん。 単なる占有者が業務上、横料罪、業務上の占有者に加工した場合、どうなりますか？って言うと単なる占有者もそれ両得した後、ま横、あ、料罪という形で処罰されるじゃないですか。だけど、刑は業務上の占有者と比べて軽いですよね。だから加減的身分なんですよね。要は不申請身分犯になります。というわけで2項を使って処理します。判例の立場からするとね。というわけで、もう1回、今のところ読んでいくと6。5条の解釈につき、判例の立場に従います。と、他人の物の単なる占有者が業務上の占有者の。 業務上横領罪に加工した場合は業務上の身分がない単なる占有者は2項だけ使います要は不審性身分犯ということで2項だけを使って単純横領罪の共犯が成立して家計もそのまま、ね、単純横領罪の刑だからこれ別に何も難しい処理してないんですね、えー、ここはいいんですが問題ととななるのののはこの次のとこ次んですよ要は二重の身分両方とも身分を持ってない人が業務上の占有者っていう二重の身分のある人に加工してしまった場合にじゃあ一体ね65条どう適用するのかここが最後のところになります。 問題となるのはというところですが、えー、業務者でも占有者でもない非占有者が業務上の占有者の業務上横領座に加工した場合、ね、じゃあどうやって考えていくか。で結論ね判例はこの時だけはね普通判例って1項か2項のどっちかしか使わないんですよさっき言った通りね。申請未分判だったらもう1項だけで成立とかけで不新選未分判だったら2項だけで成立とかけだから絶対に1項と2項を同じ人に同時に適用することはなかったんですけどこの場合だけはね1項と2項を1人の人に対して両方使うんですだからすごく例外的な場合なんです。でそれはね <laughs> ここの下のの下ところ最後のブロック見てください判例は明確に理由は述べてないんですけど、えー、業務上の横領罪は非占有者との関係では申請身分犯となるのでまずね65条の1項を適用しないと絶対共犯にならないのねこの2つの身分持ってない人は1項を適用しないと絶対にあの共犯関係にならないんですよだからまず1項を適用しますだけど1項を適用して家計も行横にしちゃうと単なるほらさっきやった占有者が加工した場合ね 要は単純横領罪で5年以下の懲役で済むのに二重の身分がない人が加工して10年以下の懲役ってちょっと均衡がなってないじゃないですか、ね、単なる占有者が横領した方が要はあのこの、えー、処罰感情が高いわけですよねでもなんかそっちの方が刑が軽くなっちゃってねむしろあ,あんまり処罰せなくてもいいような二重の身分がない人が重く処罰したらちゃうのはおかしい。 今ベッ、ね、途2項を適用して単純横領罪の刑を科すという処理を判例してますね。というわけで基本、えー、判例は、ね、1項で申請身分犯の成立をかけ2項で不申請身分犯の成立をかけという形で1人の人に対して1項と2項を同時に適用することはないんですが業務上横領罪の事例で、えー、この2つの身分両方とも持ってない人が業務上の占有者に加工しただけはの時だけは1項まず適用しないともう絶対に共犯にならないからあの業務上の占有者ではない人が、ね、占有者が占有の身分を持ってない人が横領絶対できませんから。 必ず1個を適用する必要がある。でも家計を行両横にしちゃうと、ちょっと均衡が悪いってことで、それで2項でね単純応料の件を貸しているというような処理をしております。まあ、すいませんね。なん最後ちょっと早口になってしまいました。けれども <laughs>、あのまあこんな感じでとりあえずね今日刑法のね共犯関係のところをまあ終わりにしたいと思います。まあ、詳しく勉強したい方は、まあ、矢島の即死インプット講座とかね。矢島の論文完成講座なんかでね来てもらえればと思いますね。じゃ、本日の講義はこれで終わりにいたします。